ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今回は、火星の謎を紹介するぜ。太陽系で地球の隣に位置する火星には、多くの解明されていない謎が存在するんだ。地球のことですら全て解明できていないからね。確かにそうだな。しかし、昨今の研究で、少しずつではあるが火星に関する謎が解明されてきているんだぜ。なんだか興味深いわね。それじゃ早速、そんな火星に関する謎の紹介を始めるぜ。お願いね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ところで霊夢、火星でも、地震のような現象が発生しているって知ってたかい？考えたこともなかったわ。長年の間、火星でも地震活動が起こっていると考えられていたんだ。だが、実際に観測することができなかったんだぜ。地震って見ただけじゃ判別できないものね。その通りだぜ。実際に火星の地表に立ってみないと地震が発生したかなんてわからないんだ。この疑問を解決したのが、2018年11月に火星に着陸した、アメリカ航空宇宙局の無人探査機、インサイトなんだぜ。このインサイトは史上初めて火星の地表面に地震計を設置したんだ。そして、地震計が地震活動を捉えたってことかしら？そういうことだぜ。約1年間の観測で、火星の地震活動が数百回観測されただけでなく、少なくとも20回はマグニチュード3から4の地震に相当する規模だったらしいんだ。中には、地球で発生する地震のようにプレートの運動によって引き起こされる振動と、同じ周波数のパターンのものも数回含まれていたんだぜ。ってことは、火星の内部にもプレートみたいなものがあるってこと？もしかしたらそうかもな。アメリカ、メリーランド大学のニコラス・シュメル氏は、地球以外の惑星の直接的な地球物理学的測定の実施に重点を置いた探査ミッションは今回が初であり、火星の内部構造とその作用に関する真の理解を初めてもたらした、と語っているんだ。また、フランス国立宇宙開発センターでインサイトのモニタリングシステムのプロジェクト責任者を務める、シャルル・ヤナ氏によると、地震活動の頻度は極めて予想外で、これほど頻繁に発生しているものだとは予想されていなかったらしいんだぜ。火星も地震大国なのね。火星も地球同様に絶え間なく振動している、生きている、天体ってことだぜ。さて、そんな火星の大気中に、メタンが存在していることはすでに確認されているんだ。地球にも存在するメタンだけど、地球では微生物や岩石、水、熱との相互作用などによってメタンは生成されるんだぜ。じゃあ、火星にも微生物や水があるってこと？そこがまだわかっていないんだ。もし地球と同じメカニズムで生成されていたら、火星にも微生物が存在する可能性がとてつもなく高まるんだぜ。確かにそうね。かつて、火星でメタンを観測したのは NASA の火星探査機、キュリオシティなんだ。しかし、火星のメタンに関しては別の興味深いデータも示されているんだぜ。どんなデータなの？ヨーロッパ宇宙機関の火星周回探査機、トレイスガスオービターの観測ではメタンが検出されなかったんだ。あれ？矛盾しているじゃない？その通りだぜ。どうして二つのデータが矛盾したのか、様々な仮説が飛び交ったんだ。まず、キュリオシティ自体がメタンを発生させている可能性が検討されたが、詳細に調べたところこの可能性は否定されたんだぜ。じゃあ、探査機の問題ではないのね。そんな中、キュリオシティのサイエンスチームに所属するあるメンバーが、観測した時間が異なるから矛盾しているのではないか、という説を提唱したんだ。確かに、トレイスガスオービターの観測は昼間に行われ、キュリオシティの観測は夜間に行われていたんだぜ。どうして時間帯が違ったのかしら？トレイスガスオービターがメタンを正確に検出するためには、太陽の光が必要なために昼間しか観測できなかった一方で、キュリオシティの場合はメタン観測のために多量の電力を必要とするため、他の観測機器が停止している夜間にしか観測ができなかったんだ。そんな事情があったのね。これを受けて、研究チームはキュリオシティによるメタンの観測を昼夜を通じて行ったんだぜ。仮説によると、火星の大気は、夜は穏やかなため地中から染み出してきたメタンがそのまま溜まる一方、日が昇ると太陽の熱によって大気に対流が発生するため、溜まったメタンがかき回されて大気中に拡散してしまう。なので、メタンの濃度は夜間はこれまでの通常程度にまで上昇し、昼間はゼロにまで低下すると考えられたんだ。観測の結果、この予測と一致するデータが得られたんだぜ。これで矛盾は解消されたのね。ただ、火星の大気に拡散していったメタンは一体どこへ行ってしまったのか、という謎が新たに浮上したんだ。
また新たな謎が出てきたわね。実は、メタンはとても安定した分子で、太陽光線によって分解されるまで少なくとも数百年はかかるんだ。だから、火星にたくさん存在するクレーターからメタンが放出されているならば、いくら対流によって拡散されたとしても大気中に蓄積し、トレースガスオービターによって観測されるはずなんだ。確かに、数百年もかからずに火星のメタンが分解されてしまうのには何らかのメカニズムがあるはずなんだ。研究チームは、この謎を解明するための研究を現在も行っているらしいぜ。今後、どんな結果が出てくるのか楽しみね。そうだな。メタンの行方だけでなく、水の行方についても長年の謎だったんだ。しかし、一部の科学者はその答えを見つけたかもしれないと考えているらしいぜ。水があるってだけで火星に対する考え方が大きく変わるものね。確かに、数十億年前には火星にも水が流れていたんだ。そんなかつて存在した水の多くは、地殻の中に閉じ込められたのではないかという研究の成果が示されたんだぜ。閉じ込められた？つまり、火星の岩石の中に太古の水が鉱物という形で残っているということなんだ。この発見は学術誌、サイエンスで発表されたんだぜ。火星を周回する宇宙船や探査機、隕石などから集めたデータをもとに、コンピュータによるシミュレーションで火星の水がどのように失われていったかの予測を行ったんだ。どんな結果になったの？まず、水が存在していた40億年以上前の火星は温暖で、大気もおそらく現在よりも濃かったんだ。その中で水は川になって流れ、岩の間に渓谷を作り、クレーターに溜まっていったと見られているんだぜ。地球みたいに低いところに集まるわね。また、火星の地下100から1000メートルの地層には、火星全体を覆うほどの水を溜めておける能力があったかもしれないんだ。しかし、それから10億年後、火星は現在のような冷たく荒廃した惑星へと変わっていったんだぜ。ロンドンの自然史博物館に所属するピーター・グリンドロッド氏によると、火星の大気の研究から、水分の一部は宇宙に逃げてしまい、地表のすぐ下の氷から、一部は凍ったことがわかっているみたいなんだ。宇宙へ逃げた？地球には磁気圏があるため、大気が宇宙へ逃げるのを防いでいるが、火星の磁気圏は地球よりも弱いため、水分でも惑星の外へ逃げてしまうんだ。だが、現在の火星の大気に含まれる水素の割合から考えると、水の行き先は宇宙だけではないはずだと考える研究者もいるんだぜ。その行き先が、鉱物ってことね。カリフォルニア工科大学のエヴァリン・ガンシェラー氏によると、もし現在の水素の減少率が過去と同じだった場合、このルートで失われる水はほんのわずかだということになるみたいなんだ。つまり、水の多くは宇宙ではなくどこか別のところに行ってしまったってことなんだぜ。そしてコンピューター解析の結果、火星にもともと存在した水の 30% から 99% は、鉱物となって、火星の近くに埋め込まれたことが判明したんだ。最大で 99% って、ほとんど全てじゃない？そうなんだぜ。研究共著者のベサニー・エールマン氏はこれについて、火星ミッションから得られたデータを調査した結果、水が変質した証拠があちこちにあり、希少なことではないことがはっきりした、と述べていて、また、地殻が変化するときに液体の水が取り込まれ、水酸化した鉱物の中に隠されてしまい、事実上、閉じ込められてしまった、と説明したんだぜ。本当に閉じ込められたわね。研究チームによると、火星の水の大半は41億年から37億年前に失われてしまったと考えてるみたいだぜ。また、NASA の火星探査プログラムを率いるマイケル・マイヤー氏は、火星探査はもともと、水のありかを探すのが大きな役割だった。地質学や気候、惑星の生命にとって重要な役割を果たしているからだ、とし、今回の研究は、火星に過去どれくらいの量の水があったのか、どのように失われ、今はどこにあるのか、そういったことを理解するのに非常に重要なものだ、と語ったんだ。火星の水に関する手がかりになりそうね。そうだな。ところで、火星に存在した水が地表に残る渓谷を作ったと予測されているが、実はこれを覆すような結果が発表されたんだ。じゃあ、どうやってできたの？実は、氷河によって削られた跡だとする研究結果が出たんだ。氷河に削られたって？科学誌、ネイチャージオサイエンスに掲載されたカナダとアメリカの科学者らによる論文では、今や不毛の地である火星がかつては温暖湿潤な気候で豊富に水が存在し、その水によって地表が削られて渓谷などの景観ができたとする定説に疑問を投げかけているんだ。研究チームは1万箇所以上の火星の渓谷について調べ、
地球上の氷河の下で湧水により削られた水路と比較研究を行ったんだぜ。地球上でも似たような現象が起こっているのね。論文の筆頭著者であるカナダ、ブリティッシュコロンビア大学のアンナ・グラウガロフレ氏は、火星の渓谷が発見されて以降40年間における推定で、かつて火星を流れていた川が浸食したことでこれらの渓谷ができたとされてきた、と指摘したんだ。ただ、渓谷の地形は非常に多様性に富んでいることに着目し、多くのプロセスがその形成に寄与していることが示唆される、と語ったんだ。ほうほう。そして研究チームは今回、カナダ北極圏にあるデボン島の氷河の下にある水路と、火星の渓谷に類似点があることを発見したんだ。デボン島は、地球上の火星とも評される荒涼とした環境で知られていて、NASA のトレーニングにも使用されているんだぜ。そんなところがあったのね。論文によると、火星の渓谷の一部はおよそ38億年前に氷河下の湧水によって形成された可能性があり、当時地球は今よりずっと寒冷だったと予測する気候モデリングとも一致するみたいなんだ。また、共著者のマーク・エリネック氏は、地表の水による浸食に関する特有のパターンと一致する渓谷はごく一部であることを研究結果は示しており、従来の見解とは非常に対照的だ、と述べているんだぜ。定説を大きくひっくり返してるわね。ネイチャージオサイエンスは、火星誕生から10億年間の気候について理解することが、生命体が生息可能だったかどうかを判断する上で重要だと指摘しているんだ。さらに、氷点下の気温が実は古代生物の生命維持に大変好都合だった可能性もあるみたいなんだぜ。となると、氷河の時代を生きた生物がいたかもしれないね。ブリティッシュコロンビア大学は、かつて存在した火星の磁場は数十億年前に消滅しており、氷床は磁場のない状況で日射から保護するシェルターとなっていたと同時に、その下にある水を守り、維持させるのに大きく寄与していたのだろう、と主張しているんだ。氷河の果たした役割も大きいのかもしれないね。以上が、火星の謎についてだぜ。地球の隣に位置しているため、生物存在の可能性が期待されている火星だけど、本格的な調査が始まってからまだ時間はそんなに経っていないんだ。今後、積極的に探査機を飛ばして、様々な研究や調査を行えば、もしかしたら火星の謎がどんどん解明されていくかもしれないぜ。生物が発見されたら、もう世紀の大発見レベルよね。おそらくそうなると。皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、火星人って言うとさ、頭でっかちでタコみたいな格好した宇宙人想像するじゃない？おお、いきなりどうしたんだ霊夢？もしも私たちが火星に住むようになったら、そんなわけのわかんないのと仲良くできるのかしらと思って。人種差別反対。人種じゃないでしょ。霊夢だって顔だけの癖して、そんなセリフ吐いたらダメだぜ。あんたも顔だけよ。とにかく、もし火星に住むんだったら、どんな先住民族がいたとしてもうまく共存していく必要があるよな。マリサ、そんなこと真面目に考えてるの？霊夢が言い出したんだろ。住めるかどうかもわからないのに？うぐ。結局のところ、火星移住って可能なのかしら？それについては様々な説が入り乱れております。ふーん。説明しちゃう？説明しちゃいますか。それではゆっくりしてってね。そもそも火星人っているの？それで、そもそも火星人っているのかしら？それ。いいから説明しなさい。わかったよ。まず、ことは1877年に遡るのだが、イタリアの天文学者、ジョバンニ・ビルジニオ・スキアパレッリが、火星を望遠鏡で覗いていると、火星の表面に幾何学模様状の、運河のような模様があることを発見したんだ。運河、川じゃなくて？そうなんだ。それが綺麗な直線や、円などからなる幾何学模様だったことから、その運河は人工的な建造物ではないかと推測されたんだよ。つまり、火星には近代的な技術を持った知的生命体がいると？その通り。しかも、その水路は火星の全体を覆うように張り巡らされていることから、火星人っていうのは我々地球人よりも、はるかに優れた文明を持っているんじゃないかって恐れられたんだぜ。ふーん、あの軟体動物がねえ。タコから離れようか。でも、ちゃんとした文明がすでに存在してるんだったら、火星に地球人タウン、作っちゃえばいいじゃない。ああ、そういえばテスラ社のイーロン・マスク氏も同じようなこと言ってたな。あのハンサムの？どのハンサム？イーロン・マスクよ、彼はなんて言っているの？2050年までに火星に自立都市を建設する、と言っているんだぜ。わわ、まさかの同意見じゃないの、運命感じるわ。マスク氏はスペース X 社という自身の航空宇宙メーカーも持っているし、
もうすでに本気で火星移住の可能性に野心を燃やしているんだぜ。野心のある人って素敵。霊夢の好みは聞いてないよ。イーロン・マスクの火星プロジェクト。それで、彼は一体どんな方法で、その火星移住を実現させようとしているの？マスク氏はまず、次に火星が地球に最接近する2024年までには、火星行きロケットや宇宙船を開発し、さらに2026年までに有人飛行の成功を目指すと言っているのだが、2024って結構すぐなんだけど、実は、スペース X 社はすでに2020年から行われている宇宙船、スターシップのテスト飛行に成功しているんだよ。へえすごい、もうすでに計画は実行に移されているのね。しかし、4回目までは着陸に失敗して爆発しちゃってます。ハンサムは大丈夫だったの？心配するな、彼は乗ってない。はぁ、よかった。霊夢、マジなのか？だって美男子薄命って。言わない。そんなこと言ったら本人に怒られるぞ。あの人になら怒られたい。変態か。ふふ。そこ反論して。それで、マスク氏のスターシップ号は4回も爆発炎上しちゃったんだけど、2021年5月に行われた5回目の打ち上げでは、無事着地に成功しているんだよ。情熱が勝利を収めた瞬間ね。彼は、このスターシップを月や火星への往復船のように使いたいらしい。へえ、すごいわね。それから、ハンサムの壮大な計画の全貌を教えてちょうだい。勝手にあだ名つけるなよ。マスク氏には、2040年から100万人の人類を、地球から火星に移住させ、100年かけて火星にコロニーを作ろうという大きな野望があるんだ。マスクパラダイスね。もうちょっとクールな名前にしたいところだな。マスクと霊夢のパラダイス。放送事故になるから何か言ってくれる？それで、彼は惑星間輸送システム、インタープラネタリートランスポートシステムという、地球と火星の間を運行する定期便を、約1万回にわたって運行し、人や物資の運搬をしようと試みているんだよ。まるで一つの国を作り上げるみたいね。どちらかといえば植民地化だな。っていうかこれ、火星侵略では？しっきをつけろ、それは大きな声で言っちゃダメなやつ。しってガチで言う人初めて見たわ。しかし、この100年計画が実行されることになれば、当然マスク氏の死後にまで渡って、進められることになるな。100年生きるつもりかもしれないわよ。それは物理的に無理だろう。でも2026年までには有人飛行を実現させるって言ってるんだから。彼は最初の地球人を火星に送り込むことになるのよね。そうだね。移住できるのか？ところで、そもそも火星ってそんなに簡単に住めるような環境なの？ああ、それな。何？ヤバめの反応ね。まず火星に行くには、通常は約6ヶ月ほどかかると言われている。住むつもりで行くなら、6ヶ月くらいなんとか調整できるかもしれないわ。ただ、仮に火星までたどり着いたとしても、実は火星の環境っていうのは非常に過酷なものなんだよ。住めないってこと？霊夢、寒いの平気？は？火星の平均温度はマイナス43度、南極並みの寒さだ。やや、鼻水が秒で凍るやつね。最低温度はマイナス140度。もしや人間も凍る？しかも火星は太陽から遠いため、地球に届く日光の半分の量しか届かない。寒い上に暗いのね。大気は薄く、ほぼ二酸化炭素。呼吸不可能。そして、それはつまり地表に降り注ぐ放射線が強いことを意味し、被爆必須。大気圧は地球の約160分の1と言われている。まあ、マスクはそんなところに人間を送り込もうとしているのか。いきなり呼び捨てに変わってるんですけど。そんなの生身の人間が生きていられる環境じゃないじゃない。そうなんだよ。もし人間が火星の環境に丸裸で投入されたら、たちまち凍るか窒息するか、さもなければ塵のように粉々になるかだ。粉々になるの？いやそれは冗談だが。やめなさいよ。でも数秒で死に至るのは間違いないな。それってむしろ島流しの流刑じゃないの？そうとも言える。恐ろしかー。っていうか、そんなんじゃそもそもイーロン・マスク氏の計画って、無茶すぎるってことじゃないのさ。だから、今テラフォーミング、惑星改造、惑星地球化っていう、技術が研究されているんだよ。テラフォーミングって何？テラフォーミングとは、天体の状態を地球に似せた思い通りの環境に作り変えて、居住可能な星にしてしまおうっていう仮想的な構想のことだよ。そんなことが可能なの？火星っていうのは、もともと地球によく似た環境を持った星だったんだよ。火星誕生初期の頃には、豊かな水と大気に覆われていたらしいんだぜ。そうなの？数億年前のことだけど。でもそれをテラなんちゃらを使って、わずか3、4年で取り戻そうっていうのね。無茶なこと言うわね。それがそうでもないんだぜ。火星の地表には凍った二酸化炭素の層があるのだが、
太陽の光が少しでもそれに到達すれば、二酸化炭素の氷が溶けて気化することになる。すると、二酸化炭素が火星を取り巻き、温室効果ガスとして入ってくる太陽光を閉じ込めることができるようになるんだ。あ、つまり、火星温暖化ね。迎合される温暖化だな。でも二酸化炭素は凍ってるんでしょ？ハーバード大学の准教授、ロビン・ワーズワース氏は、この二酸化炭素の気化プロセスを何とかして人工的に作ることができれば、火星の惑星温度上昇に役立つのではないかと考えたのだが、それにはキーとなる断熱材が必要になると言っているんだ。断熱材って、ウレタンとかそういうやつ？いや、この場合は気体の部分のことで、大気でいうところの二酸化炭素の代わりになるやつな。気体に気体ってわけね。反応して、火星並みの寒さだったぜ。やかましい。それで、ワーズワース氏が、ネイチャーアストロノミーに発表した論文によると、シリカエアロゲルが有効に作用するのではないかというのだが、彼は研究所に火星の環境を再現し、2、3センチのシリカエアロゲルを施す実験を試みたんだ。極寒で大気が薄い、二酸化炭素が凍った環境を作ったのね。そう。そしてそこに太陽光に見立てた光を当てたところ、なんと温度が50度も上昇したらしいんだぜ。え、そんなにあっさりと？しかも、この実験で使用したエアロゲルは半透明だったのだが、もし完全に透明なエアロゲルを投入することができれば、その温度差は数百度になるだろうとワーズワース氏は睨んでいるんだ。そうなれば、地球の温度にだいぶ近づくわね。あとは、そのエアロゲルをなんで作るかってところなんだけど。まさかの、方法は見つかったけど材料がない状態。ワーズワース氏はバイオマス燃料を使うか、もしくは植物を育てるかって言ってる。火星でスプレー缶放射しまくるとかね。フロンガスはオゾン層を破壊するからな。地球はそれで温暖化したんでしょ？火星にわずかに残るオゾン層は破壊しちゃダメだぜ。なんでよ？放射線だけじゃなくて有害な紫外線まで降り注ぐことになるからだよ。むしろ環境悪化になっちゃうのね。というわけで、火星は今のところまだまだ人間が住めるような環境ではないのだが、それでも、いつか来る人類移住に向けての準備が着々と進められているんだよ。てか、もう火星の環境を、無理くり人間に合うように変えようとするよりも、今住んでる地球の環境を、もっと住みやすいように整えた方が、いいんじゃないのかって話にならない？ああ、それ言っちゃうと今日の話は全く何だったのってことになるのだが。だって、考えてもみなさいよ。地球のオゾン層破壊してるのも私たち人間だし、木をバッサバッサ切り倒して自然破壊してるのも私たちよ。足元をおろそかにして外ばっかり見てちゃダメなんじゃない？厳しいな、霊夢。厳しいけど事実でしょ？確かにな。まずは美しい地球を取り戻して、火星は時々訪れる別荘みたいな星と考える方がいいのかもしれないな。バケーションプラネットね。いや待て、でも火星って言ったら、帰ってこれないらしいのだが。なんで？帰りの燃料を詰めるだけの宇宙船がないらしい。そこからなの。現地で燃料補充するわけにもいかないし。じゃあ、やっぱりハンサムに頑張って、火星へ往復できる宇宙船作ってもらうしかないわね。そうだなぁ。テラフォーミングと往復ロケットが実現すれば、近い将来、世界中から移住希望者を募るようなことになるかもしれないよね。イケメンばっかりの星だったら私も住みたいな。霊夢、動機が間違ってるよ。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。人類の人口が80億人を超えたみたいだよ。日本は少子化で人口が減少する一方なのに、不思議だよな。日本のことは置いといて、このまま世界中の人間がネズミ残式に増えていって、地球がグーグー詰めになっちゃったらどうしよう。そうなったらそうなったで、火星移住計画とか、地球の外に意識を向けるのもありだな。火星ってあの真っ赤な惑星でしょ？赤い砂漠って感じでいかにも住みにくそうだけど、いろいろ課題はあるだろうな。そうなの？美しい惑星？これがまた、想像を裏切る姿なんだ。マジか、気になるかも。よし、それじゃあ今日は、40億年前の火星の姿の謎について解説していくぜ。ゆっくりしていってねー。っていうか、火星ってどんな星だっけ？じゃあ、まずは火星の基礎情報をざっくりとおさらいするぜ。火星は、太陽系の第4惑星で、太陽系内では2番目に小さい惑星だ。一番小さいのは？水星だぜ。ふむふむ。ちなみに、火星はマーズやマルス、なんて呼ばれるけど、これはローマ神話の軍神の名前に由来するぜ。また、トーリナでは赤い惑星とも呼ばれている。確かに真っ赤な惑星だよね。火星が赤いのは、表面に存在する酸化鉄の影響なんだ。火星の地表は、
大量の酸化鉄を含んでいるわけだな。なるほど。また、火星は硬い岩石の地表を持つ地球型惑星で、クレーターや谷、砂漠なんかも存在するんだ。火星には太陽系最大の火山であるオリンポス山や、マリネリス峡谷最大の峡谷の一つであるマリネリス峡谷があるんだぜ。おお、どのくらいの大きさなの？オリンポス山は、なんとあのエベレストの3倍のデカさを誇り、マリネリス峡谷に関しては、グランドキャニオンと比べても桁違いの大きさなんだ。次元が違ったわ。スケールがデカすぎるよな。でも、火星自体の大きさは地球と比べてそんなに大きくないんだぜ。どのくらいなの？火星の半径は地球の約2分の1で、質量は地球の約10分の1だ。思ったよりも小さかった。なんでか知らないけど、漠然とでかいイメージがあるよな。ちなみに、自転周期や自転軸の傾きが地球と似ているから、1日の長さは24時間39分ほどで季節が存在するんだ。へぇ、1日の長さはほぼ同じだね。1日の長さが同じで、季節のおまけもつくなら、意外と移住できちゃうかも。まあ確かに地球と似てる部分もあるっちゃあるけど、実際に人類が火星に移り住むとなると、解決しなきゃならない問題が山積みなんだ。そう簡単にはいかないのか。どんな問題があるの？まず、重力が地球の 40% ほどしかないんだよ。そうなの？軽くて楽できるじゃない？腰痛持ちの人からしたら嬉しかったり。一見そう思うけど、この重力の違いは人間の骨格形成や臓器、生殖機能に直接影響すると言われているんだ。それに、筋肉を使うことが極端に減ると衰える一方だしな。なるほど。楽なだけじゃないんだ。他にも、空気中の二酸化炭素の割合が 95% で酸素はほとんど含まれていなかったり、平均気温がマイナス43度と、火星は人類にとって、超絶厳しい環境なんだよ。冷え、生身の人間はイチコロだ。それから水に関してだけど、火星の表面には、氷とわずかな水蒸気があるだけで、液体の状態では安定しないらしいんだ。水がないのはアウト。極めつけには宇宙から強力な宇宙線や紫外線も降り注いでいるしな。もう、結構な地獄だね。厳しい環境ではあるな。移住するには、根こそぎ改善しなきゃいけなさそうだね。相当な技術が必要だな。まあ、今でこそ荒れ果てた荒野のような惑星だけど、約40億年前の火星には、海や湖、河川などの地表水や、地下水が存在していたみたいなんだよ。海？川？湖？どうやら北極海よりも大きくて、地中海よりも深い海があったみたいで、火星の地表の 20% を覆うほど広大な海だったらしいぞ。めちゃめちゃ立派な海じゃん。びっくりだよな。火星には河川の流れた跡や、いかにも池でしたって感じのくぼみがあるものだから、前々から大昔の火星には水が存在したはずだとは言われていたんだ。なるほどね。それにしても海があったのは驚きよ。確かにな。火星の海に関する研究だけど、NASA の研究チームが、火星の地表にある22個のクレーターに注目して、地質の年代を調べたんだ。その結果、火星の海は、20から30億年前までは存在していたことが判明したんだぜ。ふむふむ。それじゃあ、過去20億年間ぐらいは水が豊富な惑星だったんだね。結構長い期間だよな。他にも、火星にあるハートレイクという名のクレーターはその昔は大きな湖だったみたいなんだよ。ハートレイクの周辺には小さな湖や河川が流れた跡も発見されていて、かなりの量の水を保有する湖だったことが示唆されているぜ。かわいい名前だね。ハートレイクは、どれくらいの大きさなの？大きさはなんと 150km にも及び、北アメリカの五大湖の一つ、オンタリオ湖よりもはるかに大きく、2790立方キロメートルもあったようだぜ。おお、そんなでかい湖があったら水には困らないね。そうだな。他にも太古の火星の水に関して、驚きの研究結果があるんだ。なになに？アメリカのコーネル大学や NASA のジェット推進研究所の研究によると、40億年前の火星で、巨大な洪水が発生したことが明らかになったんだ。洪水？なんでも、赤道付近にある直径約 154km のゲイルクレーターを、巨大な洪水が襲ったらしい。この洪水の水深は、少なくとも24メートルもあって、時速 36km の速さで押し寄せたみたいなんだ。24メートルって言うとどのくらい？24メートルは、8階建てのマンションの高さに匹敵するぜ。ひえー、恐ろしいね。
どうしてそんな大洪水が発生したの？研究チームは、巨大隕石の衝突が原因なのではないか？と推測している。巨大隕石？うん、研究チームの考えたシナリオはこんな感じだ。40億年前の火星は、非常に冷えていて乾燥した気候で、表面が氷で覆われていたらしい。冷たく沈黙した火星に、巨大な隕石が衝突した。すると、隕石の衝突で発生した熱によって、火星の氷河が溶け、大量の水蒸気が発生したんだ。突如発生した大量の水蒸気は、火星全体を覆うほどの豪雨となり、しまいには巨大な洪水が起きた。おお、壮絶な物語だね。氷河が溶けたついでに、凍っていたメタンや二酸化炭素なども溶け出し、温室効果ガスが発生して、火星の気候は温暖で湿潤になったらしいんだ。なるほどね。隕石って星を滅ぼすだけの存在じゃないんだね。破壊と創造って感じだな。それにしても、火星はもともと水の豊富な惑星だったのに、どうして今はあんな姿になっちゃったの？火星はどうして水を失ったのかについては未だに謎が多いんだ。一説では、急激な地軸の運動、ポールシフトが起きて、火星を守っていた磁場が消え失せてしまい、剥き出しの状態で太陽風にさらされて、水や大気がもろとも失われたとも言われている。なるほど。何にせよ、何億年間という時間をかけて、ゆっくりと大気を失って水分が蒸発したことは確からしいぞ。そっか。というか今の火星は大気すら少ないの？うん、火星の大気はだいぶ薄くて、大気圧は地球の 0.75% というほぼ真空状態なんだ。ふむふむ、昔の火星には十分な大気が存在したの？うん、十分な大気に覆われていなければ、液体の水を保持できないしな。なるほどね。最近の研究では、東京工業大学と千葉工業大学の研究チームが、火星からやってきた火星隕石の成分に着目し、太古の火星の大気や、火星はなぜ大気を失ったのか？について調べたんだ。火星からやってきた火星隕石？火星隕石とは、天体衝突によって火星から飛び出して地球までやってきた隕石のことだぜ。なるほど。ここで活躍したのは、南極で発見されたアランヒルズ84001と呼ばれる火星隕石だ。この火星隕石は、化学分析により40億年前に形成されたことが分かったんだぜ。40億年前の石？ロマンがあるね。さらに、この隕石には当時の火星大気を岩石の中にガスとして有していたらしく、研究チームは、このガスを解析することで40億年前の火星大気の謎を探った。おお、まるでタイムカプセルだね。そうだな。解析の結果、40億年前の火星は、地表大気圧が 0.5 気圧以上の大気に覆われていたことが判明した。現在の地球の大気圧が1気圧ほどだから、当時の火星には地球と同程度の大気が存在したんだ。地球と同じくらい大気があったんだ。うん、この数値はあくまで下限値だから、実際はもっと分厚かった可能性もあるそうだぜ。ふむふむ。昔の火星は住みやすかったのかもしれないのか。でも、そんなにたくさん大気があったのに、今ではほとんど失われてしまったんだね。今じゃ地球の 0.75% ほどだしな。なぜ火星が大気を失ってしまったのかについても、真相はまだ謎に包まれたままだけど、さっき言ったように、太陽風によって宇宙空間に大気が流出してしまったっていうのが有力だな。なるほどね。現在、NASA の火星探査機が火星大気の流出過程を観測しているそうだから、近々謎が解き明かされるかもしれないぜ。気になる。今後の研究に期待だね。そうだな。ところで、40億年前の火星にはたくさんの水や、十分な大気があったとして、生き物は存在しなかったのかな？うんうん、そこはやっぱり気になるよな。すごく気になる。まず、生命とは何か？っていう話になるけど、地球に住む生命に関しては、DNA や RNA、アミノ酸などの有機物から構成されている。ふむふむ。太古の火星に生命が存在していたのか、という謎を探るには、そもそも生命の材料となる有機物の存在や、継続的に有機物が存在できる環境があったかどうか、が重要な手がかりになるんだ。謎を解くための鍵ってわけね。そうそう。それで、太古の火星に生物が存在したことの証拠になるわけじゃないんだけど、最近の探査研究や、地球外物質の研究によって太古の火星には有機物が存在していたことが分かってきたんだぜ。おお、
さっき紹介した火星隕石のアランヒルズ84001には、炭酸塩鉱物が含まれていることが明らかになり、太古の火星を探る手がかりになるかもしれないと、世界中の科学者たちが研究を重ねてきたんだ。隕石は情報の宝箱なのね。最近、JAXA の宇宙科学研究所の研究グループは、最先端の科学分析技術を用いて、火星隕石に含まれる炭酸塩鉱物を分析した。その結果、火星由来と推測できる有機窒素化合物が検出されたんだ。有機窒素？有機窒素化合物とは、窒素を含む有機物のことだ。なるほどね。複雑な化合物が生成されたり、継続的に存在するにはそれなりの環境が必要なんだけど、現在の火星表面は、物質が酸化しやすく、大抵の化合物は短時間で壊れてしまうんだ。太古の火星に有機窒素化合物なんていう、複雑な化合物が存在したということは、40億年前はそこまで酸化的な惑星ではなかったとも言える。なるほど。昔の火星は有機物にも優しい環境だったのね。そうとも言えるな。もし、火星の大気が失われずに温暖で住みやすい環境が続いていたら、火星人が誕生していたかもしれないわね。知的生命体とまではいかなくても、過去の火星に原始生命が存在したのなら大興奮だな。相当なビッグニュースになるね。とまあ、今回は40億年前の火星について解説したぜ。イメージとは全然違ったよ。若かりし頃の火星は潤ってて美しかったけど、今じゃパサパサに乾燥して、荒れ果てた荒野になっちゃったんだね。いや、人類にとっちゃ過酷な環境ではあるけど、今でも美しい惑星の一つだぞ。年をとって渋さを増して、かっこよくなったというか。確かに、そうとも言えるかも。うんうん。火星の歴史に関してはまだまだ謎が多いから新たな発見に期待だな。ねえマリサ。火星人って本当にタコとかクラゲみたいな形の宇宙人なのかしら？は？なんだよいきなり。この間ふと、火星人って検索したら、みんなタコみたいな足のいっぱいある宇宙人の画像ばっかり出てきたのよ。ああ、それは多分、19世紀のイギリス人 SF 作家、ハーバート、ジョージ、ウェルズが書いた。宇宙戦争、っていう小説のせいだな。そなの？火星の重力ってのは地球の3分の1しかないから、もし火星人が高い知性を持つ頭でっかちの体だったとしても、ヒョロヒョロの細い足でも十分に支えられるくらいなんだよね。ウェルズもうまく表現したよな。なんだ、空想の火星人なのか。それがあながち作家の創作でもないかもしれないのだが。どういうこと？近年の研究から、火星のジェゼロ、クレーターは間違いなく湖だったことが判明しているし、さらには豊富な有機物も検出されているんだ。ひょっとしたら、そのタコともクラゲともつかない宇宙人は、水中生命だったかもしれないぜ。何それ、もっと詳しく教えてくれない？オッケー、もちろんだよ。じゃあ今日は、湖だったことが確定したジェゼロ、クレーターと有機物の謎について、もりっと話していこうか。よろしく。それでは、ゆっくりしていってね。それで、そのタコ星人が泳いでた湖ってのは火星のどこにあるの？ジェゼロ、クレーターだぜ。火星の赤道のすぐ北にある大シルキス大地と呼ばれる領域に存在するクレーターなのだが、2020年7月30日に NASA によって打ち上げられ、2021年2月18日に火星に到着した。火星探査ローバー、パーサビアランス、が現在探査中のクレーターだ。直径は約 50km ほどで、そんなに大きくはないのだが、一説では、過去のある時点では、このクレーターはある一方向から流れ込む泥水が湖を満たし、反対側からまた川のように流れ出ていたのではないかと言われてるんだ。実際、その形状であったことを示唆するように、クレーターの中央付近には三角巣のような形の地形が今でも残っているらしいね。一応確認するけど、今は湖じゃなくてクレーターなのよね？そうだよ。湖だったと言われているのは、今から約35から40億年も昔の話なんだぜ。ゲゲゲ、そんなに前なの？みたいだね。でもそれが最近になって、間違いなく湖だったと決定づける証拠が見つかったらしいんだよな。すごいじゃない。2021年12月15日に行われたアメリカ地球物理学連合周期大会で、ある発表がなされたのだが、これによると、ジェゼロ、クレーターがかつては湖だったことが分かっただけでなく、豊富な有機物に満たされていたことをも物語っているそうなんだぜ。しかもこれは、パーサビアランスが2021年から黙々と働いて地道に集めたデータから導き出された。
革新的な結論らしいんだよ。へえ、有機物があったってことは、もしかして生命がいた可能性もあるってことになるんじゃないの？その証拠ってのは何なの？まず最初に一言言っておくと、見つかったのは有機化合物で、生命の痕跡じゃないから。は？え？散々期待させておいて何なのよ？いや、そこ先走ってもらうと困るんだけど。実は、火星の有機物っていうのは、2012年に火星に着陸した NASA の探査ローバーである、キュリオシティ、だって採取してるんだぜ。あら？そうなの？だったらそんなに新鮮なニュースでもないじゃない。それが、今回パーサビアランスの探査で採取されたジェゼロクレーターの岩石を、パーサビアランスに搭載された紫外線ラマン分光計、シャーロック、を用いて分析してみたところ、ある特殊な有機物反応を示すものが検出されたらしいんだよね。特殊な反応？一定の有機化合物にしか見られない傾向が確認されたんだそうだ。研究チームに参加しているロンドン自然史博物館のジョセフ・ラッツェル・ホリス博士によれば、この特殊な有機化合物は、生命の構成要素である可能性もあるだろうということなのだが。じゃあついに火星に生命が発見されたのね。いやだから、まだ生命発見とまでは言えなくて。今後の研究次第では、ここからもっと有望な結果が得られるかもしれないねって感じで。もどかしいわね。それでも、湖で豊富な有機物もあることが分かったんだから、かなり期待はできるかもしれないよな。そうね。そういえば、なんでそこが湖だってことが分かったのかしら？それは、パーサビアランスがジェゼロ、クレーターのゼータという領域から採取した岩石に、地質学的に見て、ある特徴が目立っていたかららしいのだが。何何？ゼータの岩石を分析したところ、観覧石の結晶がやたらと混じっていたみたいなんだ。霊夢、これが何を意味するかわかるか？いきなり振らないでくれる？わかるわけないんだけど。観覧石の結晶が多く含まれていたということは、つまり、マグマがゆっくりと時間をかけて冷やされ生成される、火星岩だということを物語っていることになるんだぜ。そしてさらに、その火星岩を冷やしたのは、そこいら一帯を覆っていた水だと推測されるみたいなんだよね。ほう、ということは、湖にマグマが流れ込んだのね。今のところ、マグマが流れ込んだのか、それとももともと溶岩湖だったところに水が流れ込んだのか。その順番は明らかになっていないらしいのだが。そうなのね。観覧石の結晶っていうのは、マグマが一気に冷やされた時じゃなくて、ゆっくり時間をかけて冷やされた時に生成されるから。研究者たちによると、地下でマグマが徐々に冷やされてできた岩石が、何かの拍子に表面に出てきたか。もしくは溶岩湖だったところに水が流れ込んだかのどちらかだろうと睨んでるみたいだよ。どちらにしても、マグマだったってのは確かだと。そういうこと。てか、火星って火山があったの。溶岩が固まってできる火星岩が見つかったんだから、そういうことになるだろうね。そして少なくとも、その岩石は何度も水に浸食された形跡を残していることから。間違いなくジェゼロ、クレーターは湖であったと推測することができるんだ。溶岩湖だったのに湖ってどういうこと？さっきちらっと話したように、ジェゼロ、クレーターには、クレーターに流れ込む水の流れと、逆に流れ出る水の流れがあったと考えられるらしいのだが、そもそも湖っていうのは、地球でもそうなんだけど、突然そこに水たまりが出現するわけじゃないんだぜ。そりゃそうでしょ？だから火星の場合でも同じように考えられるみたいなんだ。というと？川の流れが時間の経過とともに地形を削ったりしながら、川のくぼ地に水が溜まったものが湖として残ったか、もともとあった川の流れが大水が来た時などに広がり、水が引いた時に一部分だけ取り残されて湖となったか。あと他に考えられるとすれば、カルデラ湖のようなものかだな。カルデラ湖ってなんだっけ？火山性の湖だよ。噴火の時に流れ出た溶岩が川の流れをせき止めてしまい、そのせいでできた湖のことだな。例えば、富士山の周りにある富士五湖なんかはカルデラ湖になるね。なるほど。だったら、このジェゼロ、クレーターは溶岩湖かもって言ってたくらいだから、かつてはカルデラ湖だった可能性も高いってことになるわね。そう考えていいかもだな。なるほどですね。それで、検出された有機物の方からは何かわかったの？この発見で興味深いのは、過去に確認されたような岩石の表面に付着した有機物ではなく、岩石の中に有機分子が確認されたってことなんだよね。どういうこと？岩石に有機物が含まれてるということは、はるか昔、その岩石が出来上がる時に、その有機分子が内包されたことになるだろ？さらに、それが現在まで保存されていたことになるんだよな。
最近見つかったんだからそうなるわよね。これはつまり、その時代の火星のその場所に生きていた生命がいたんだっていう歴史を、同時に岩の中に封じ込めている可能性にもつながるんだぜ。わわわ、ほんとだ、化石みたいな感じで残ってる可能性もあるわよね。まだそこまで具体的に生命の痕跡を発見できるかどうかは未知の領域なのだが、少なくともその近辺の岩層を調査していくことで、有機物の分布と鉱物の関係性をマッピングしていくことができるかもしれないし、それができれば、今度はさらにどのような環境下においてそれらの有機物が形成されたかまでを、推測していくことが可能となるかもしれないみたいなんだ。マッピングするとなったら、もっとたくさんの岩石を調べていく必要があるわね。それなんだけど、もうすでに、パーサビアランスが集めた岩石を地球に持ち帰ってくる計画が進められているんだぜ。名付けて、火星サンプルリターン計画。何そのダサい名前。こら、NASA と ESA が進める一大計画にケチつけるんじゃない。あ、てっきりマリサが適当に名前つけたのかと。NASA と ESA が合同で行うマーズサンプルリターンミッションは、2030年代に火星からサンプルを持ち帰ることを目標として、現在も続行中だ。パーサビアランスには、そのサンプル持ち帰り目的のために、火星のサンプルを収納する保存用カプセルを43個も用意していたんだぜ。へえ、タッパー持参なのね。もちろんタッパーであるはずはない。けど、パーサビアランスのミッションの一つはサンプル採取だからね。当然それ用の容器を火星に持ち込んでおる。そうだったんだ。大きさはマジックペンくらいの小さな容器らしいのだが、この、地球持ち帰り用のサンプル保存カプセルは合計10個用意される予定で、パーサビアランスは岩石のサンプルなどをパッキングした後、それを火星の地面に並べていくんだよ。地面に並べるって何？持って帰ってくるんじゃないの？追って到着する NASA のサンプル回収用の着陸機が、並べられたサンプル容器を回収して地球に運ぶんだぜ。まさかのリレー形式、そんなことができるの？みたいだね。でも、パーサビアランスって自分で分析できる機械とか積んでるんじゃなかったっけ？わざわざ回収機を飛ばしてサンプルを地球に持ってくるのは何か意味があるのかしら？もちろんだよ。地球でやるなら、より精巧で大掛かりな装置を使って分析をすることが可能になるからね。岩石の内部にある有機分子でも分析がたやすくできるようになるはずなんだ。より詳しくわかるのね。そういうこと。ちなみに、中国でも2030年までに火星からサンプルリターンを行う計画をしているし、ロシアも火星のサンプルリターン計画があるらしいね。日本は参加していないの？日本にも、独自のサンプルリターン計画があるにはあるのだが。そうなんだ。火星からのサンプルじゃないんだけどね。は？火星じゃないの？JAXA の火星衛星サンプルリターン計画ってのがあるんだよね。火星の衛星から岩石拾ってくるってこと？そうだね。このプロジェクトでは、火星の衛星であるフォボスとダイモスを観測していく予定になっているんだけど、そのどちらかの衛星でサンプルを採取して、地球に持ち帰ってくることを目指す探査計画なんだ。ふーん、そうなんだ。どうせ火星の近くまで行くんだから、どうせなら火星に行ってサンプル拾ってくればいいのに。そんな風に言うなよな。衛星フォボスの表面には、火星の表面の複数箇所からの砂粒が降り積もっている可能性が極めて高いと、これまでの研究でわかっているんだぜ。だから、この衛星からのサンプルを調査することは、結果的に火星の調査にもつながるんだそうだよ。なるほどねー。とにかく、今のところ世界がこぞって火星のサンプルを地球に持ち帰ってこようとしてるのは事実だから。近い将来、発見された有機分子の由来がわかったり、さらには、新たなる生命の痕跡が確認される可能性だってあるかもしれないな。そうだといいわよね。それに、かつての火星には、地球よりもはるかに生命が誕生しやすい環境があったのではないかとする説や、地球に育まれた生命は、火星からの飛来物が元となって誕生したなんていう説もあるくらいなんだから。研究者たちは、この件についてはかなり期待を持って取り組んでいるはずだよ。でもさ、マリサ。よく考えたら、火星で生まれた生命体だから。そもそも地球に存在する物質で構成されてないかもしれないってことはないの？実はマグマ自体が生命体だったとか、水が命を持っていたとか。まあそれはちょっと極端な例かもしれないけど。でも確かに、地球の常識を全て火星に当てはめていくのは間違っているかもしれないな。でしょ？でも、大地にマグマが存在し、鉱物や岩石で地表が覆われ、豊富な水や有機化合物の存在を確認できた今は、少なくとも、かつての火星は古代の地球とよく似た環境であった可能性も高く、
それだけに、よく似た生命体が存在していた可能性も否めないっていう結論もあるんじゃないかな。そうかもだけど、そういうことも含めて、今後パーサビアランスの回収した火星のサンプルが地球に届けられ、詳しい分析が行われていけば、今から10年と経たない間にでも、もっと詳しい火星の秘密が暴かれていくかもしれないな。タコ星人の謎がついに解き明かされるかもしれないわね。そう、火星に生命体がもしいたんだったら、それがどんな生命体だったのかってところまで明らかになってくるかもしれないよな。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。そろそろさ、地球以外の惑星に住んでみたいよね。それなら月にでも行ったらどうだ。ノー酸素、ノー宇宙服で。ただの字、じゃんか。じゃあ模擬でもいいから、そういう体験してみたいな。ああ、そういや NASA で、3D プリント製の模擬基地で、1年を過ごす実験があるそうだ。はよそれを言え。てかなんで？もしかしてどっかに住む気なの？火星の長期生活を想定してんだ。ということで今回はそのあたりについて解説していこう。それじゃあゆっくりしていってね。火星の長期生活？ってことは、火星に住む予定があるってこと？ああ。NASA が進める火星移住計画の前準備として、火星環境を模した居住実験が行われるってことだ。ちょっと待って。話が飛躍しててよくわかんないから、ちゃんと順を追って説明してよ。わかってる。ことの経緯なんだけど、NASA による火星移住計画の一環で、2022年秋にスタート予定の、クルーヘルス&パフォーマンスエクスプロレーションアナログ、通称、ジェペア、乗組員の健康及びパフォーマンス探査研究、に向けて、2021年8月6日から希望者の募集を始めていたんだ。希望者って、てか、そんなのどこでやってるの？テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターに設置された 3D プリント製の模擬火星基地、マーズドゥーンアルファで実施されているそうだぞ。そんで、さっきからずっと気になってたんだけど、3D プリントってどういうことなのさ？本施設は建設用 3D プリンター、バルカンを使って建築しているんだ。いや、普通に建てればいいんじゃないの？てか、3D プリンターってそんなことできるの？可能だ。そんで 3D プリンターを用いる主な理由は、ロケットの軽量化にあるかな。軽量化？あ、わかった。建設用資材を、いちいち地球から飛ばしてちゃコストがかかるからか。正解。だけど、3D プリンターで現地の原料を加工すれば、打ち上げに必要な資材は少量で済むだろ？ NASA 自身も、将来の宇宙開発において、3D プリンターを用いた建設が一般的になると考えているそうだ。でもさ、火星って乾燥したり寒かったりで過酷じゃない？ 3D プリントで大丈夫なの？そこもちゃんと計算されてるさ。建設を請け負ったのは、建設用 3D プリント専門企業のアイコンで、火星の土と水、何種類かの薬剤を混ぜて、ラバクリートというセメントを作り出し、建材とするそうだ。火星製のセメントか。その筋の人に高く売れそうだよ。どの筋だよ。そんで霊夢の言う通り、火星表面で-140°という極寒に加えて、20°にも上がるという、激しい温度の変化にさらされることになる上に、放射線にもさらされることになる。そういや放射線もあったね。となると、3D プリントじゃダメなんじゃないの？受け負った企業は問題視していないぞ。それらに頼る住居が建設できるとのことだからな。どんな建物なのか具体的に教えてよ。場合によっては私も応募。もう締め切られたっつうの。マーズドゥーンアルファは、約158平方メートルの面積に、各自の個室、キッチン、浴室、作業エリア、医務室、フィットネスエリア、娯楽室、穀物栽培エリアなどがある。至れり尽くせりだった。ああ、でもざっくりじゃなくってもっと施設の詳細を教えてよ。わかった。まずは、ワークステーションやデスクの上には様々な種類の機材が置かれ、ミッション中に、クルーが実験を行うっていう施設だな。ここで火星で採取した何かを調べるんだろう。フィットネスエリアってのは？クルーは、狭い居住区にいる間、運動することが義務付けられるそうだ。ガチで体が弱るからな。重力の問題か。そこは意識して頑張らないと維持できなさそうだね。ローイングマシンなどの、事務機器が置かれたエリアもあるそうだから。機材は充実って感じかな。さらに、ストラップで吊り下げられた姿勢で使用する、ランニングマシンも2台設置されているそうだぞ。それで、クルーはそれを使って、火星での歩き方をシミュレーションするって話だ。ああ、
そういう目的もあるんだ。筋トレとシミュレートを兼ねてるんだね。医務室についてはそのままだな。長期滞在になることから、体調不良や怪我に備えるというものだ。あとは、作業スペースとは別に、薄型テレビ数台と椅子、キッチンを備えたリビングルーム、ラウンジではソファでくつろぎながら、テレビを見ることができるみたいだな。モノポリーやカタンなどのボードゲームも用意されていて、いかに楽しく過ごせるかに焦点が当てられている。ちなみにプレステもあるらしい。まさか初代じゃないよね。そこかよ。どうでもいい情報だけど、プレステ3があるそうだ。まあ、それならいいか。じゃあ許す。何様だよ。なおミッション中、クルーは垂直農場で、トマトやサラダ用の野菜などを育てることが可能だ。火星での農作物生産が、どうなるのかを調べることも兼ねてそうだね。だな。あとはざっくりいくけど、4つの小さなットルームには、シングルベッド、机、収納だな。バスルームには、一般的な設備が整っていて、もちろん洗濯機などの日常品も揃っているぞ。充実しているっちゃしているね。でも火星ってことを考えると、むしろ心もとないかな。まあな。限られた資源での生活が求められていることから、いくら施設があろうが制限付きだ。そもそも通信の遅延、機器の故障、環境的ストレスを経験できるよう、疑似体験用施設として設計されてるんだ。狙ってやってるってことか。ああ。そんで外の環境は、赤い砂や砂丘の写真パネルで囲み、疑似火星という状況となっているぞ。で、2022年秋と言ったけど、少し遅れたのかな。ミッション自体は2023年6月からスタートされている。ちなみに、アイコン創業者で、CEO のジェイソン・バラード氏は、この建物についてこうコメントしている。これは人類史上、設計図面を最も忠実に再現した住居です。まずドゥーンアルファは、非常に特殊な目的のために作られました。それは、人間が別の惑星で、大変長い期間居住するための準備をすることです。私たちは、居住地を、地球以外の星に拡大するという使命を支援するため、火星に建造予定の住居と、可能な限り同一の住居を作りたかったのです。すごい先を見据えてるなぁ。実際に火星に住むことをもう考えてるんだね。しかも長期間、だな。さらに住居の信頼性や、正確性に大きな自信を持っていることが伺える。もう始まってるわけか。てか、ミッション中は何をするの？ゲームやってるだけ？まさか。さっきも触れたけど宇宙遊泳のシミュレーション、運動、農作物の栽培、居住地の維持管理。まあ、いくらでもやらなきゃいけないことがある。まあそれでも制限があるから退屈なんだろうけどな。満載だったか。てかさ、実際に火星に住むってなったらどうなるの？本当に大丈夫？そこは誰もが気になるところだな。なので今から、火星移住を考えるにあたって気になるところを説明する。まず、火星については、UAE が2117年に、火星に人口60万人規模の町を作り、人類を居住させるという計画を発表しているほか、スペース X の CEO である、イーロン・マスク氏も、2030年には、火星に基地を作るという旨の発言をしているのは、気になる人なら知っているところだろう。結構積極的なんだね。でも実際、地球と比べるとどうなのかな？まず火星が、人の居住地として注目されている理由なんだが、それはまず、近い、ってところだ。まあ、何をするにでも、地球に近い方がいいよね。地球外への移住、素人なんだし、移住素人ってなんだよ。そんで、次の理由なんだけど、まず人類が継続して生命を維持するためには、水、空気、食料の安定的な供給が不可欠になるし、適度な温度環境や宇宙から降り注ぐ放射線が、人類が生存可能なレベルで低いことが求められることになる。あ、わかった。火星は人類が比較的把握している惑星だから、環境に合わせやすいってことだね。そういうことだな。となると今度は、火星がどんな惑星かを、改めて知っておかなければならない。寒くて、乾燥してて、赤いってくらいしか知らないよ。そういや。まあ、一般人の認識はそんなもんだと思う。まず火星の大きさは地球の半分程度で、重力は地球の3分の1程度、大気は地球の100分の1より薄く、その主成分は二酸化炭素で構成されている。聞いた感じ、絶対に人類が住めなさそうだよ。表面温度は、季節や観測データによって差はあるようだけど、おおむね平均してマイナス60度ってところか。低すぎるよ。冬の南極の昭和基地の平均気温ですら、まだマイナス20度はあるよ。
そう、だから室内で過ごすことが前提になるんだよ。あ、そっか。今回の模擬基地が全てを物語ってたね。そんでさっき、機械、って話をしたけど、実はここにも落とし穴があるから知っておくべきだろう。落とし穴？でも、実際機械じゃん。パパーッと行ってパパーッと帰ってこれるんじゃ。そうもいかないんだ。県外の小旅行のように、日帰り気分って状況にはならない。じゃあその理由が何かって話だけど、それは軌道と重力の関係が根底にあるんだ。軌道って、太陽の周りを回るやつだよね。で、この場合だと地球と火星でしょ？どういうことなの？まず太陽の周りを回る地球から、同じく太陽の周りを回る火星へ行くときに、最短距離となるのは、地球と火星が最も近づいたときとなる。この時を狙ってロケットをまっすぐ飛ばせば短時間で。到着だね。ほら、やっぱ楽勝じゃん。違うんだ。宇宙船が地球の重力圏から脱出した後、今度は太陽の重力に引っ張られることになる。あ、そういえば火星は地球の外側だった。そう。地球より外側にある火星に行く際は、重力に打ち勝つ力を出しながら飛ぶことになることから、めちゃくちゃ効率が悪くなるんだよ。まあでかい船と高性能のエンジンがあればいいんだけど、同じエネルギーを使ったとしても、持ち運べる荷物の量は格段に減ってしまう。コスパが悪いのか？じゃあ一体どうすればいいの？そこで、ホーマン線位軌道だ。何それ？同一軌道面にある、二つの円軌道の間で、軌道を変更するための線位軌道だ。同一面にある軌道半径が異なる二つの円軌道の間で、一方からもう一方に変更するための軌道と言えばいいか？まあ、かろうじて、外側の軌道に内接し、内側の軌道に外接する楕円軌道で、近地点または近日点と、遠地点または遠日点の二箇所で、水力を与えることで変更できるってものなんだけど大丈夫か？つまり、楕円軌道間の線位飛行を行う際に、最小のエネルギーでいけるってことでしょ？素晴らしいじゃないか。まあざっくり言うなら、この軌道ならそんなにエネルギー使わないよーん。ってことだ。説明、それだけでよかったじゃん。頭の体操ということにしておいてくれ。そしてそのタイミングは2年ごとにあるそうだ。そこを狙って定期便を出せば、コスパの良い船旅ができるってことだね。まあ宇宙船の中に人が乗る場合、ホーマン線位軌道が最適とは限らないんだけどな。そもそも、地球から火星に行くに際して、現在の技術だと、片道で最大9ヶ月かかるし。そこでもう飽きちゃうよ。ダメダメ、遠すぎる、機械って言っても、だな。よって有人飛行の場合は、光述する放射線防護の観点からも、多少効率が悪くても、できるだけ短時間で到達できる軌道設計が必要となるだろう。だがその際はエネルギーを使うから、また荷物が減る、と。難しい問題だね、これ。他にも、様々な要因を考慮して設計する必要があって、宇宙船の設計、軌道の設計などなど、ミッション全体の設計は、大変複雑なものになると言えるだろう。到着するまでの間もめちゃくちゃ大変だよ。本当に移住なんてできるのかな？当面の課題は輸送手段、水や食料、大気、放射線保護、移住方法そのものって状況だろうな。つまり課題は山積みってことで、今後はそのあたりも詰めていかなければならないだろう。いくら今回長期生活ができたって言っても、まだまだやることは多いってことだね。いやはや、人類の宇宙進出は困難まみれだよ。でも着々と進んでるみたいだし、個人的には時間の問題だと思う。ま、その時間が、どれだけ要されるのかって話に。ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、そういえば火星って最近どうなってるの？なんだよいきなり。ちょっと前に、イーロン・マスクが2030年までに火星移住がどうのとか言ってたじゃない？だから、肝心の火星探査の方はどうなってんのかなと思って。そういうことか。そういえば、最新の調査で興味深いことが分かったとかいうニュースがあったような。へえ、なんなのそれは。火星の岩石が水に侵食されてたらしいよ。火星に雨でも降ったの？それもっと詳しく教えてくれない？もちろんだよ。じゃあ今日は、水に侵食された、という火星の岩石の謎について語っていこうかな。よろしく。それでは、ゆっくりしていってね。それで、その水に侵食されていた岩石ってのはどこで見つかったの？火星だけど。わかってるわよ。火星のどこかって聞いてるんじゃないのさ。だよね。霊夢はパーサビアランスって知ってる？初めて聞くわね。なんなの？アメリカの NASA が、
MARS 2020と銘打って現在進行形で進めている火星探査ミッションがあるのだが、パーサビアランスはそのミッションの一環として打ち上げされた火星探査車で、別名、パーシーなんて愛称でも呼ばれてるんだぜ。へえ、かわいい名前ね。いつ打ち上げられたの？打ち上げは現地時間の2020年7月30日11時50分で、火星に着陸が確認されたのは2021年2月18日20時55分なんだそうだ。地球から火星まで約7500万キロメートルの距離を約7ヶ月かけて到達したことになるな。ふーん、割と最近のことじゃないのよ。それで、そいつがどうしたの？こいつはMARSローバーとして、火星の岩石を持って帰るっていう任務を与えられていたんだぜ。わかったわ、そのパーシーって子が持ってきた石の中に、水に侵された岩石があったってことなんでしょ？その通り、パーサビアランスの火星での活動に与えられたミッションは全部で4つあるのだが、まず第一に、火星に微生物がいた可能性を探り、過去の生息可能な環境を特定すること。第二に、そのような微生物が生息したと思われる岩石を探すこと。第三のミッションは、そのような岩石や岩盤コア、レゴリスなどのサンプルを取ってくること。そして最後四つ目に、人類移住のための大気生産を試してみることなんだぜ。は？ん？四つ目は随分と大それたミッションだわね。探査機が人間の生きられる環境を作れるの？確かにね。でもこの四つがパーサビアランスの科学目標とされていたんだぜ。じゃあ今回その水に侵食された岩石を発見したってことは、その四つのうち三つのミッションをすでにクリアしちゃったも同然なんじゃない？そうなんだよね。2022年8月25日付で掲載されたパーサビアランスについての最新の論文は、アメリカ科学振興協会、AAS が刊行する、サイエンスという有名な科学雑誌に掲載されたんだけど、その論文では、すでにこの探査機が火星のクレーターから採取してきた岩石サンプルの中から、液体の水と見られるものによって科学的に侵食された痕跡のある石が見つかったと語られているんだぜ。そしてその発表が今、火星研究の最前線をざわざわ言わせているってわけなのね。そういうこと。岩石に見られたのは、何らかの水によって激しく変質されたような痕跡らしいのだが。どんな痕跡なの？アメリカはフロリダ大学の地質学教授でもあり宇宙生物学教授でもあるエイミー・ウィリアムズ氏は、火星のクレーターの底から採取された岩石が何かの時点で水を含んだことによって、その成分に炭酸塩やその他の塩分、酸化鉄などを含むようになったと見てるみたいだな。岩石はクレーターで拾ってきたの？火星の赤道のすぐ北にあるダイシルチスと呼ばれる領域に存在するジェゼロクレーターで採取されたのだが、ここは直径が約 50km あるクレーターで、その底の部分には、まるで三角巣みたいな河川デルタの地形が残っていることから、約40億年ほど前の時代には湖だったんじゃないかと言われている場所なんだぜ。湖ならガチで水がありそうだわね。そんな背景もあって、当初パーサビアランスのプロジェクトチームは、探査機が採掘するのはそこに溜まった柔らかい堆積岩のようなものなんだろうと予測してたみたいなんだけど、実際に採取されたサンプルを見たら、溶岩とマグマから作られた火星岩だったことにすごく驚いたんだそうだよ。そんなに驚くことなの？火星岩っていうのは溶岩が固まったものなんだぜ。溶岩は水で侵食されるものなの？ナバホ語で、砂の真ん中という意味の、セータと呼ばれる地点で採取されたサンプルは、その火星岩が生成された後に地下で冷却され、それを覆っていた何かにゆっくりと侵食されたようだったみたいだね。へえ、じゃあその何かってのが水ね。湖があった頃の話かしら。少なくとも過去、25から35億年くらいの間だと見られているから、湖があったとされる時期と一致しているよな。湖にマグマが流れ込んで固まったとかじゃないの？それな。まさに研究者たちもそれと同じことを議論したみたいなのだが、採取された火星岩っていうのはクレーターの深いところで発見されていたため、ただマグマが流れ込んで固まったのではなく、大きな水たまりのようになったマグマが徐々に冷やされて固まったんじゃないかと考えられているんだ。そんなこと、なんでわかるのよ？それは組成を見たらわかるんだぜ。パーサビアランスには、マルチスペクトル画像分析と X 線傾向分析のできる機器が搭載されているのだが、その分析によると、火星岩の結晶構造は、唯一、徐々に冷やされることによって形成するとされる軌跡と、ミリメートル級の粗めの大きさの観覧石との連勝だったらしいんだよね。つまりその結晶があることが、この岩石がじゅわーっと一気に冷やされたんじゃなくて、ゆっくり冷やされてできた証拠になるってわけね。そういうこと。この分析結果から、研究者たちは、地下でゆっくり固まったものが何かの拍子に表に出てきたか、さもなければクレーターがかつて溶岩の湖だったかのどちらかだと見てるみたいだな。溶岩の湖とか、地獄絵すぎじゃない？
もう一つ、セイタの近くにあって、火星を意味するマーズと名付けられた地点で採取された火星岩があったんだけど、これが実は、セイタの火星岩と全く異なる組成をしていたらしいんだよね。溶岩の湖の岩じゃなかったの？いや、マーズの方は、セイタの岩の層を覆うような格好になっていたから。このことから、溶岩の湖の中でも上の方の層でできた岩なんじゃないかと見られてるらしいよ。溶岩の上澄み？どっちにしても同じところの溶岩なのね。みたいだね。でも同じ溶岩からできた岩なのに、組成が違うのおかしくない？同じ溶岩ことは言っても、組成が同じとは限らないんだぜ。なんでよ。例えば地球の溶岩この例で言うと、溶岩の湖に溜まった溶岩の中でも、密度の高い鉱物などは下の方に沈んで沈積岩となって溜まっていくから、組成の違う火山岩層を作り上げることがあるんだよ。へえ、じゃあそれと同じことが火星でも起きてたっていうのね。そう考えられるだろうね。マーズの岩の方も水で浸食されていたの？みたいだな。ただ、ゆっくり冷やされたセイタの岩と、上層部にあったためおそらくもっと早く冷却されてできたマーズの岩は、どちらも同じように水に浸食された形跡が見られたものの、その浸食のされ方が異なっていたらしいのだが。ということ？パーサビアランスが両方の岩石を分析したところ、マーズの方の石には、鉱物がぐっと凝縮してできた鉱嚢と呼ばれる部分があって、これは塩水が凝縮したためにできたのではと見られているんだ。一方でセイタの石は、水に浸食されていたといっても、その水はなんと炭酸水だったことがわかったんだよね。火星に炭酸水があったの？マグマが流れる湖火山ガスとして二酸化炭素が排出されていたとしたら、地下水と混じり合って炭酸水になることもあるだろうね。でもそれは地球の火山の常識から考えたらってことよね。まあそうなんだけど、でもつまり、これらの分析結果から見ると、マーズやセイタの岩石が水に浸食されていたってことは、岩石の中で炭酸塩や酸化鉄、その他の塩なんかも形成された可能性も考えることができて、その結果、火星はかつて、地球のような生命を育む環境を成していたとも考えることができるんじゃないかな。えへえ、それはちょっと飛躍しすぎじゃないかしら？そうかな。ウィリアムズ教授によれば、こういう水に侵された鉱物っていうのは、バイオシグニチャーと呼ばれる生命の存在を示す目印のような痕跡を示していることがあるそうなんだ。ゲゲ、岩の裏って、ダンゴムシとかそういうやつ？いや、ここで言っているのはバクテリアとか細菌類とかの微生物のことなのだが、そういう生き物のことね。現在はカピカピに乾いて強い放射線を帯びているジェゼロクレーターなんだけど、今回発見されたような、塩分やミネラルを含むような岩石が形成されていたとなれば、生命体が活動するための環境を提供することができていたのかもしれないと、ウィリアムズ教授だって言ってるんだぜ。なるほどね。マーズとセイタの岩石サンプルを分析すると、ジェゼロクレーターの三角巣ができるよりも前に存在していた可能性が高く考えられるらしいのだが、それはつまり、岩石ができた後に水が来たってことになるだろ。それが何か意味するわけ？また地球を例にとって言うと、このような種類の岩石には、過酷な環境の中でも生き抜くような微生物が生息しているらしいんだよね。ジェゼロクレーターの底にあった岩石もこれととてもよく似た性質の岩石だったらしく、そこから考えると、同じような微生物が存在する可能性がありありなんだそうだよ。へえ、じゃあ聞くけど、火星っていつくらいに水が存在したのかしら？今はカピカピなんでしょ？現在仮説として語られている中では、ジェゼロクレーターの水が干上がってしまったのは、今から約38億年から35億年前だという説が最も有力だ。そして湖として存在していた期間は、およそ数百万年から数千万年の間だっただろうと見られているな。めちゃくちゃ昔の話なのね。NASA 的には、ジェゼロがかつて湖だったってことをほぼ確信してるらしいよ。そうなの？ NASA は他にも火星に水があったって証拠を持ってそうね。もちろんだよ。2012年8月5日に火星に着陸した NASA の火星探査車、キュリオシティが10年経って最近撮影した岩石が、さざ波のような模様を残したまま形成されていたらしいのだが、そんなの、本当に水の跡かどうかなんてわかるの？キュリオシティは、ゲールクレーターと呼ばれる直径154キロもあるクレーターをずっと探査しているのだが、現在そのクレーターの真ん中にある、標高約5キロメートルのシャープ山、アイオリス山へ向かって探査中で、その道中にも、かつての湖があったのではないかと思わせるような堆積物や、川が流れるような湧水によってできた堆積物など、様々な層状の岩石堆積物が発見されたんだそうだ。キュリオシティのプロジェクト科学者である NASA ジェット推進研究所のアシュー・インバーサバーだしも、
ミッション全体を通しても、こんなに明確に水の存在を示す証拠は見たことがない、と驚くほどみたいだぜ。へえ、何千ものデータを見てきたはずの科学者がそう言うなら間違いないのかも。しかもゲイルクレーターの証拠は、一定の秩序に沿った順番で交代で見られるみたいなんだよね。え？どういうこと？研究者たちの見解では、この地層は約20億年もの年月をかけて形成されたんじゃないかと見られていて、最初にあった湖が一旦干上がって、再び水に満たされ、また今は干上がってしまっているという、一連の歴史的流れを表しているんだそうだ。そんなこともわかるの？すごいわね。もっと言ってしまえば、真ん中のシャープ山はこういった流れる水の働きで、徐々に形成された山なんじゃないかってことらしいぜ。まさに、川に中州ができるような。そうだね。ゲイルもジェゼロと同じように、数百万年から数千万年くらい水が溜まってたのかしら。一説では数千万年以上と言われているね。そうなんだ。こっちのクレーターでも、生命が存在した可能性はあるのかしら？もちろん、同じような環境下であれば当然考えられるだろうね。わあ、ワクワクするわね。そうだね。現在は、こういった様々な地表探査の結果から、火星の地表にもかつては川や海があった時代ってのがあったかもってのは確実になってきてるわけなのだが、現在の火星の表面は干上がってしまっているし、気温も平均マイナス60から70度と過酷な環境ではあるけど、それこそ35億年とか40億年とか前には、地球のように水と生命に溢れた美しい星だったのかもしれないな。急にロマン語り始めちゃったわね、マリサ。でも実際にありそうな話ではあるだろ？確かにそうね。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録&高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今回こそ宇宙の新たな生命体を発見するわ。すごい意気込んでるけど、どうしたんだ？やっぱり諦められないのよ。でもそれはみんな気になっていることだぜ。だからこそ今回は白黒つけるのよ。それなら今回は火星に似た環境のアタカマ砂漠で未知の DNA を発見。火星にも生命体が？について解説していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。地球のすぐ外側の軌道を回る天体が火星だぜ。火星は太陽系第4惑星で、地球の兄弟星なんだ。兄弟なの？それじゃ生物がいてもおかしくないわね。大きさは地球の約半分で太陽からの距離は、太陽と地球の距離の約 1.6 倍遠いところを回っているぜ。同じ太陽系で地球の隣の星だけど、青い色の地球に比べて火星は赤い色をしているな。赤と青ってところも兄弟っぽいわね。地球には、海があるけれど火星に海はないんだ。火星が赤く見えるのは、鉄サビのようなものを含む赤い土で覆われているからなんだぜ。それで火星は赤いのね。地球の表面は大気と呼ばれる膜で覆われているんだけど、火星の大気はとても薄くて、その成分のほとんどが二酸化炭素なんだ。大気が薄くて太陽からも遠いから、気温は地球よりもずっと寒いぜ。そんなところで生活できる生命体なんているのかしら？火星の北極と南極付近には大きな氷の塊が発見されていて、火星にも大昔は海があったかもしれないと言われているんだ。もともと青かったりしてね、重力も地球くらいなのかしら。地表面の重力は地球の3分の1しかないんだぜ。自転周期は 24.6229 時間と地球とほぼ同じで、自転軸も地球と同じように 25.19 度傾いているため火星にも季節が存在するんだ。地球だけだと思ってたわ。火星は地面あったんだっけ？あるぜ。地球と同じく岩石型の惑星だな。なので地表面には地球と同じく硬い地面があるぜ。地表に酸化鉄が大量に含まれているためだ。やっぱり兄弟って感じね。火星ってものすごく大きな山なかったっけ？オリンポス山だな。火星のタルシス高地にあるぜ。高さが約 27,000km、裾野は約 550km にもなる。現在確認されている限りで太陽系最大の火山だな。エベレストが 8850km だから、およそ3倍の高さになるぜ。エベレストの3倍って想像つかないわね。エベレストも見たことないけど、形状は縦状火山の形状で火口付近の窪地、いわゆるカルデラは長径 80km、短径 60km、深さが 3km もあり、日本の富士山がすっぽり入ってしまう大きさだな。富士山がすっぽりだなんて、富士山は見たことあるわ。長らく死火山と思われていたが、2004年に240万年前の噴火の形跡が発見されたんだ。
もしかすると太陽系最大の火山は核火山かもしれないのね。火星には昔から水の存在の可能性が指摘されていたぜ。理由の一つは火星の地形に氷河が動いたような跡、土石流が溜まったような跡、水が流れてような跡など、明らかに水が存在しないとできないような地形があったことだ。水があれば生命体の可能性がぐっと上がるわね。2004年の探査機スピリットとオポチュニティの探査で、針鉄鋼や鉄妙板石など、水が存在しないとできない鉱物が発見されたことにより、少なくとも液体の水の存在した時期がある証拠が確認されているな。水があってほしいわね。さらに、2008年に探査機フェニックスが北極で氷を発見していて、極地に氷が存在することは確かだぜ。火星に水が存在することが確認されたので、次はやはり生物がいないだろうかということになるな。もちろん水があれば出てくる議論は地球外生命体ね。昔から火星には生物の存在する可能性が指摘されてきたが、火星の画像を見る限りどうやら大型の生物は存在しないようだぜ。それなら何を探しているっていうのよ。現在は微生物の探査が続けられているが、今のところ確定的な証拠は見つかっていないな。生物の痕跡とも見られる微細構造や、火星に含まれる微量のメタンが生物由来ではないかという意見もあるぜ。どれも確定的な証拠とは言えないのね。そしてあまり有名ではないが、火星はフォボスとダイモスという二つの衛星を持っているんだ。かわいい名前の衛星ね。フォボスは太陽系の惑星の衛星の中で最も惑星に近く、公転軌道は火星表面から 6000km 以内だぜ。火星に近いため公転速度が速く、火星の自転速度よりも速いため火星から見ると1日に2回上がっているんだ。2回もぐるぐる回っているのね。フォボスは半径約 11km で十数個のクレーターがあるようだぜ。ダイモスはフォボスより外側を公転していて、半径は約 6.2km でフォボスより小ぶりなんだ。名前とマッチしてていいわね。フォボスもダイモスも火星に捕獲された隕石か火星に隕石が衝突してできたものか、現在でも結論は出てないな。残念ながら火星の生命は未だに見つかっていないのね。とはいえ、少なくとも過去には微生物がいただろうと考えている科学者は多いんだ。今後も探査が続けば、近い将来、決定的な証拠が見つかるかもしれないわね。火星を思わせる荒涼とした風景が広がる、アタカマ砂漠だな。世界で最も乾燥した砂漠と言われ地球にいながらにして、月面に降り立ったかのような大地が広がる月の谷だ。なんて幻想的なのかしら。岩砂漠の中に突如現れる間欠泉や塩湖など、幻想的な岩と砂の別世界が待ち受けているぜ。1年で340日が晴天と言われるアタカマは空が澄み、ここで見られる星空は世界一と称されるんだ。一度は見てみたいわね。日本からの国際線が到着する首都のサンティアゴから国内線でカラマへ約2時間で行けるぜ。カラマからアタカマ砂漠の拠点となる町、サンペドロでアタカマへは車で約1時間30分の道のりだ。行くまでが少し大変そうね。アタカマ砂漠は、チリの首都サンティアゴから北 2600km 離れた場所に位置し、太平洋とアンデス山脈の間に挟まれているんだぜ。知らなかったわ。かつてアタカマ砂漠は海の底であったことから、至る所に塩の結晶が見られ、まるで雪が降ったような景色を見ることができるんだ。もともとは海底にあったなんて信じられないわね。アタカマ砂漠は壮大な歴史の下でできたんだぜ。太平洋側は寒流によって冷たい空気が流れ込み、すると雨を降らせる空気の流れが起きにくく、空気が極端に乾燥するんだ。すごいハードなのね。さらに、この場所はアンデス山脈によって湿った空気が遮断されているため、乾燥帯になり砂漠が出来上がったんだぜ。中には、40年間雨が全く降らない地域もあり、世界一乾燥した場所としても知られているな。40年間雨が降らないなんてことあるのね。こんなところに人は住めるの？チリで最も古い町、サンペドロでアタカマは、アタカマ砂漠の中にある小さな町だ。標高2400メートルに位置し雨はほとんど降らないぜ。日中の気温差が大きい砂漠地域特有の気候を持つ町だな。なんてハードなところで生活しているのかしら。1時間程度あれば十分に散策できる人口5000人ほどの小さな町だが、レンガ造りの家々が立ち並ぶ歴史ある雰囲気が魅力の一つだ。一度は行ってみたいわね。アタカマ砂漠を巡るツアーの拠点として利用されているため、多くの観光客で賑わっているぜ。いつか行ってみなきゃ。誰も見たことのない生物の DNA が発見されたそうだ。
太平洋とアンデス山脈に挟まれたチリのアタカマ砂漠は、世界で2番目に乾燥した土地で、そこへ至る道が死の道、と恐れられるほど生命にとっては過酷な場所だぜ。そんなに生命的に危機があるのね。日本の研究者も参加する国際チームは、そんな砂漠で採取された DNA の断片を分析したんだ。そのうち 9% がまだ知られていない生物のものであることを明らかにしているな。盛り上がってきてるわね。研究者らによれば、それはダークマイクロバイオームの一部であるそうだ。火星に似ている不毛の砂漠で、なんであえて生命を探そうとしたのだろう。その理由は、やはり火星に似ているからだぜ。何せ、この研究で調査されたレッドストーンと呼ばれる場所は、地質まで火星に似ているんだ。さすが兄弟ってだけあって似た地形もあるのね。さらに火星で使う機器の実験場としてうってつけなんだぜ。実はこの調査で使われた機器は、すでに火星探査機に搭載されているか、将来的に搭載される予定のものと同じタイプだ。似た地形でも実験できるなんてラッキーね。つまり研究チームの狙いは、そうした火星専用機器でごくわずかな生命の痕跡を、見つけられるかどうか試すことというわけだな。その結果が今回の未知の DNA の発見というわけね。火星で使われる機器は、アタカマ砂漠にあるかすかな生命の痕跡を見事検出することができたんだ。ただし、それが間違いなく生命のものであると断言するには、やや感度が足りないこともわかったんだぜ。あと一歩足りないってわけね。仮に火星にアタカマ砂漠と同じくらい生命の痕跡が残っていたとして、見逃してしまう可能性もあるということだ。今ある機器では現場で確かなことを言うことはできないぜ。難しい問題ね。火星で生命発見と結論付けるには、地球にサンプルを持ち帰って分析するしかないのだ。研究チームは、今回の発見が NASA や ESA が計画する火星での生命探査に役立つよう願っているみたいだな。みなそうよ、早く新たな生命体が見たいもの。現地の探査機による検査だけで結論を出せないのであれば、生命探査計画は戦略の変更を余儀なくされる可能性もあるかもしれないんだ。作戦変更してでも見つけ出すしかないわね。火星の大きさは月の約2倍であることを覚えておくと、よりイメージしやすいかもしれないな。公転周期は約687日と地球の周期である約365日よりも長いものの、自転周期はほぼ地球と同じ24時間だ。本当に兄弟なのね。いろいろそっくりな部分があるわ。でも火星全体の平均気温は、マイナス約43度だぜ。寒すぎるわよ。温室効果の高い二酸化炭素が多く、太陽からもそれほど遠くないのにもかかわらず、気温が低い理由は大気の薄さにあるんだ。火星の大気はとても薄く、大気圧は地球の 0.6% 程度しかないぜ。人間の感覚で考えると、大気はほとんどないと言ってもいいな。太陽から届く熱を保てずに気温が下がってしまうのね。さらに太陽系の惑星の中でも、火星は地球に似ていると言われているぜ。サイズや見た目は大きく違うものの、生物の生存に適した環境が揃っているのが大きな理由だ。どんな共通点があるのかしらね。火星は地球のすぐ外側の軌道を公転しているな。太陽から火星までの距離は、地球までの距離の約 1.6 倍だ。内側にある金星と並んで地球から最も近い惑星であり、兄弟星、とも呼ばれているほどだぜ。そこのところは覚えているわ。でも火星と地球は見た目がまるで似ていないわ。海が多く青く見える地球に対して、火星は赤い色をしているからな。火星には海も緑地もなく、酸化鉄を多く含む赤土がむき出しになっているからだ。復習しながら聞いているとより分かってくるわね。火星は地球とほぼ同じ速度で自転しているぜ。一日の長さは地球より約39分長いだけだ。地球と同じように太陽に対して自転軸が傾いているため、季節の変化もあるぜ。地球と火星の構造は似てるの？内部は核、マントル、地殻で構成され、それぞれに含まれる成分も地球と大差ないんだ。そんな部分も一緒なのね。地表は起伏が多く、高い山や渓谷、砂漠のような光景が見られるぜ。遥か昔に水が流れた形跡が残っている部分もあり、北極や南極付近で発見された氷の塊とともに、生命の存在を匂わせているな。匂わせてないで、出てきなさいよ。火星の様子がわかるにつれ、人類が移住できるのではないかと考える人も出てきたんだ。一日が約24時間で四季を感じられる火星なら、地球にいる時と同じペースで生活できるものね。月よりは重力が高いため、月面着陸した宇宙飛行士のように、ふわふわと浮いて歩きにくくなる心配も少ないぜ。
将来的には、火星まで半年程度で移動できるとも言われているな。そんなに早く移動できるの？ただし、人間の活動に十分な酸素や水、食料の確保は難しく、気圧や気温の低さも問題だ。そもそも、人類は火星に降り立った経験がないものね。移住の可能性はないとは言えないが、遠い未来と考えても良さそうだな。まだまだ課題はあるわね。今回は火星に似た環境のアタカマ砂漠で未知の DNA を発見。火星にも生命体が？について解説したぜ。また決着がつかなかったわね。でも少しずつ前には進んでいるな。早く会ってみたいわ。これからの研究に期待だぜ。絶対に見つけてやるわー。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録&高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。てかさ、人類が宇宙動向を言い出して結構経つけど、なんかこうリアルに感じられるものがないよね。リアル？写真やらあるじゃないか。写真なんてパシャってするだけじゃん。そうじゃなくて、もっとなんか、めっちゃ地球意外なやつ。冒頭、もうちょい考えて喋れよ。つかみの部分だから重要なんだぞ。なんだそれ、そんなうちうちのこと知らないよ。はよネタ出せ。仕方ない、なら音ならどうだ？今回は火星の音の録音に成功した件を話してみよう。それじゃあゆっくりしていってね。音、いいネタ持ってんじゃん。はよはよ。わかってるっての。いつもならここで概要を挟みたいところだが、火星についてはこれまでの中で、散々説明しているからもういいだろ。ネタもいろんなやつ話してきたし。そうそう。今なら私だって、火星人がタコじゃないくらい知ってるよ。やっぱちょっとだけ話しとく。火星は太陽系の太陽に近い方から4番目の惑星で、いわゆる地球のお隣さんだ。太陽系内では水星より大きく2番目に小さい惑星で、酸化鉄の影響による赤い地表が特徴的だな。確か銀河鉄道39で、地球に近すぎて魅力がないから錆びれた、って話があったよねー。そんなのは覚えてるんだな。まあそんな近い火星だ。いくつかの無人探査機によって探査されていて、NASA によって打ち上げられたマリナー4号が、1965年7月15日に火星へ再接近したんだけど、これが火星に訪れた最初の宇宙船となるな。もうじき60周年だぜ。そんな昔に人類は火星に訪れてたんだね。いかに地球に身近なのかがわかるよ。その後はソ連の火星探査機、マルス3号、バイキング1号、マーズパスファインダー、などなど、数多くの探査機が送り込まれているんだ。その60年近い歴史はだてじゃない。近頃の探査状況はどうなってんの？やっぱり今もどっかの探査機がいるわけ？まあな。NASA のローバー、パーサビアランス、が2021年2月18日に火星へ着陸しているぞ。ローバー？宇宙開発において地球外の天体の表面を移動し、観測するために使われる車両、つまり、探査車、だよ。一昔前なら、人が乗るような形状が多くてそれを想像する人も少なくないみたいだけど、今だと多くのものは部分的、あるいは全体が自立型ロボットなんだ。移動ができない着陸機に比べ、より多くの地域を探査、可動であることで機能をより意義深い方向に向けることができる等の利点があるぞ。それが今火星にいるってことだね。でもさ、一体どんな活動してんの？さてそこだ。今説明したパーサビアランス、これが今回の話題を人類に持ち込んでくれた立役者なのさ。お？仕事したんだね。確か音って言ってたけど、実際そんなことができるの？ま、今から詳しく話すよ。これは2022年4月1日付発行の科学誌、ネイチャー、で発表されたもので。なんと先ほど説明したパーサビアランスが、搭載された2本のマイクを使って乱気流が吹きすさぶ火星の音を、史上初めて人間の耳で聞こえるよう録音するのに成功したのさ。ちなみに、音声分析に5時間かかったそうだ。うおう、一体どんな音なの？早く聞かせてよ。じゃあ先に聞いてみようか。これは YouTube にあるから、すぐに見つけられるぜ。なんかわかりにくいね。確かに風の音は聞こえるけど、他の音もあるような。主執筆者であるフランス・トゥールーズ第3ポール・サバティエ大学のシルベストル・モーリス氏は、この音声から、これまで知られていなかった火星の乱気流が明らかになったと語っているんだ。ちなみに音の内訳は、風の音以外にも小型ヘリコプター、インジェニュイティの飛行音も聞こえる。さらには、後半に、カチカチ、って音があるけど、あれは岩石の成分を調査するレーザーが立てる照射音だ。ああなるほど。そういうことか。
でも、生の火星の音ってなかなか貴重だよ。貴重だろうな。何せ火星だと地球と違って、二つの速度が違う音があるからな。どういうこと？速度が違う音って。今回の研究では、火星で音が伝わる速度が地球よりも遅いことが初めて確認されたんだ。なんで？火星の大気は二酸化炭素が 95% を占めているのに対して、地球は 0.04% と100倍近くも薄いんだよ。そして火星の大気密度は地球の 1% 程度、あまりに大気状況が違いすぎると言えるだろう。これによる大気圧の差が音速の違いにつながり、地球の音速は秒速340メートルだが火星は秒速240メートルとなるんだ。へえ、大気の関係で、火星の方が音の伝わる速度が遅いんだね。でも二つの音って何なの？さてそこだ。その部分は予想外の発見らしく、なんとレーザーの音が1秒で250メートル移動したんだよ。は？つまり、他の音は秒速240メートルでやってくるのに、レーザーの照射音は秒速250メートルってこと？なんでそんなことが起こるの？音であるのは変わりないじゃんか。音の高低差だよ。レーザーの照射音が立てる高い音と、他が立てる低い音では伝わる速度が違うんだ。そのため同じ距離なら、人間の耳には高音の方が先に聞こえてくるのさ。地球だと変わらないんだけど。なんか不思議だなぁ、大気の違いでそんなことが起こるんだね。ああ、さらに周波数や季節によっても音の伝わり方は異なるそうだ。簡単に季節で説明するなら、冬には北極や南極といった極域の二酸化炭素が凍結し、音の大きさが変動する、って感じだな。え、火星に季節ってあったの？ずっと同じ環境なわけない。公転も自転もしてるんだから、それに伴う天体への影響はあるだろ。火星のは1年が687日だそうだが、この1年を通して音は変化していくみたいだぞ。ふえ？なんか意外だったよ。でも、やっぱ音が2つあるってのが一番印象的かな？そこについてもオリス氏は、地球では、オーケストラが奏でる音色は、高音だろうが低音だろうが、どれも同じタイミングで聞こえてきます。でも火星では違います。ステージから少し距離があれば、大きな遅れが生じるんです、と述べている。これのおかげで、火星だとお互いが5メートルも離れてしまうと、会話自体がかなり難しくなるって話だな。ま、そんな伝わり方すりゃ無理もないわな。そりゃあね、普通に口動かしてるだけで、一国道の遅れた中継になるもん。それにしてもさ、さっきの音声なんだけど、乱気流動向いう割には静かすぎるんじゃない？環境って過酷だったよね。なんであんなに音がしないのかなって疑問なんだよ。乱気流ってのはたまにだからな。それ以外は、基本火星って静寂に包まれているって言われているぜ。え、そうなの、地球以外で、もう環境がめちゃくちゃなんじゃないの？それと音を出す動向は別問題だ。実際今回の探査って、あまりにも静かすぎることから。研究グループも、風を除けば、自然の音はほとんどありませんでした、と述べているからな。それに、今回のように1999年と2008年も録音を試みたそうだけど、失敗してしまってるし。そういう経緯があるんだね。いやはや、本当にご苦労様でした。ちなみに、どんな感じで測定したの？ただマイク晒してたわけじゃないよね。まあ結果的には晒してたんだけど、いろいろと試行錯誤したみたいだな。具体的にだけど、そもそもバーサリアランスが火星に降り立ったのは、この星に太古の昔に微生物が存在したかどうかを調査するためだっていう、非常に重要な使命を抱えての話であるのは言うまでもない。まあね、火星に何か飛ばすってだけで、とんでもないお金がかかるんだし、生半可じゃやれないよ。そのためのテクノロジーを満載したパーサビアランスには、初の火星の音声データを記録するマイクを、2本搭載して現地に臨んだわけだ。別にその辺のマイクを使ったわけじゃないからな。わかってるよ。誰が悲しくて、そんな大事な探査にカラオケのマイクを使うのさ。一本目のマイクは、ローバーの車輪すぐ上にあるフレーム上に設置。火星の風やら舞い上がる塵などから、マイクを保護するためにメッシュで覆うという措置がなされていた。以前の教訓を活かしているな。以前って？バーサビアランスと同じ NASA の探査機に、オポチュニティ、ってのがあるんだけど。これも火星の音を拾おうとしたものの、火星の塵によって致命的なダメージを負ってしまったんだよ。だから教訓か。失敗を重ねて今日があると思うと感慨深いな。そしてもう一本のマイクは、探査機のメインカメラの一つに固定、フレーム上部のアームに取り付けられた。その結果、後者のマイクはローバーの周りを吹く風の音を拾い、前者のマイクは探査車の活動音を、より多く拾うことができたそうだ。ちなみにこのマイクの性能についてだけど、
火星ヘリインジェニュイティの飛行音を約90メートル以上離れた場所から拾い上げるほど高性能だそうだ。とんでもない性能だった。ああ、そういやこの探査で何がわかるの？乱気流が明らかとか言ってたけど。そこについてだけど、研究グループの一員であるパリ天文台のジェイリー・フーシェ氏は、垂直に吹く風のような乱気流を調べることで、気候や天気を予測する数理モデルを改善できると言ってるんだ。あ、予測か、てか、宇宙にあるものの何調べても基本地球の役に立つよね。特に近隣であれば、地球に当てはめられるものも多いからな。何せ火星は、かつて生命がいたとされていることから、地球に通ずるものはあるだろう。ふむふむ。今回、火星で音を収集するのに成功したけど、今後の展開とかは何か考えられてるの？そうだな。今回の成功を受け、将来的に行われる、金星、や土星衛星、タイタン、でのミッションでも、マイクが持ち込まれるかもしれないと言われているな。大気があることから音の収集は可能だし。おお、じゃあこの機会に、いろんな惑星の音が聞けるといいね。あ、そういやパーサビアランスって、これでもうお役ごめんなの？どうなるの？別に、探査機自体はミッション期間が過ぎても動き続けるんだぞ。2011年11月26日に打ち上げられた、Mars Science Laboratory、通称キュオリシティなんて、とっくの前にミッションなんて終わってんのに、まだ火星で頑張ってるからな。じ、10年以上頑張ってんじゃん。てか、探査車ってそんなに持つんだね。そんじょそこいらの耐久性じゃ話にならんからな。そもそも行かんとする場所は地球よりも、はるかに過酷な環境なんだから、それ相当の能力は持ってるんだよ。探査車って性能がいいんだね。なんか、宇宙飛行士がのんびり動かしてるイメージあるけど。おそらく、一般的な探査車のイメージってのは、アポロ15号ローバー、なんだろうな。あ、それそれ。なんか骨組みみたいな車で、前に傘ついてるやつ。傘じゃないんだが、まあいいや。現在だと無人なのは当たり前。有人の場合は有人にする理由がある場合だ。ふむふむ。ちなみに、アポロ15号のやつが人類初の探査車なの？違う。当時ソ連だったロシアが、1970年11月10日に打ち上げた、ルノホート1号、かな。1970年11月17日から1970年11月22日までの間に、探査車は197メートルを移動。10回の通信によって14枚の月面の近接写真と、12枚のパノラマ画像を地球に送った実績があるぞ。その頃から稼働できたんだね。それにしても50年以上も前か、人類もなかなかやるじゃん。そんでその次が、世間のイメージになるアポロ15号ローバー、つまり、月面車になるのさ。その他は、ソジャーナ、スピリット、オポチュニティ、玉兎号、ミネルバ、ミネルバ2。そして、現在火星で活躍中の、キュリオシティ、まあこんなところかな。結構飛ばしてんだなぁ。火星だったり月だったり、すごいもんだよほんと。今後も引き続き探査車は開発されていくし、その度に進化していくことになるんだろう。きっとそうだろうね。今回は音をうまく収集してくれたけど、今後はリアルタイムで火星の景色が、見れるようなやつが現れるかもしれないよね。だとしたらスーパーグーグルアースだよ。アース、じゃないんだけどな。でも言わんとしていることはわかる。ま、今後の探査車で知れることは、増えると思うからその都度話していきたいと思う。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。さて、今回は火星の衛星、フォボスとダイモスを紹介するぜ。火星には衛星が2つもあるのね。そうなんだぜ。火星はこの2つの小さな衛星を持っているんだけど、その起源ははっきりとしていないんだ。また、どちらも他の惑星の衛星と比べると、そのサイズが極めて小さいのも特徴なんだぜ。極めて小さいって、どのくらい小さいのかしら？フォボスは直径が約 22km で、ダイモスはなんと約 12km なんだぜ。え、それくらいしかないの？参考として月の直径を教えておくけど、月は約 3400km もあるんだ。月と比べたらものすごく小さいわね。ちなみに、ダイモスは太陽系で知られている衛星の中で最も小さい衛星なんだぜ。もはや衛星というよりも隕石って言った方がしっくりくるかもしれないわね。そうだな。それじゃあ早速、そんな火星の衛星、フォボスとダイモスの紹介を始めるぜ。わかったわ。それじゃあゆっくりしていってね。まず、二つの衛星はどちらも1877年にアメリカの天文学者アサフ・ホールによって発見されたんだ。名前は、
ギリシア神話に登場する軍神アレイスの息子である、ポボスとデイモスにちなんで名付けられたんだぜ。ちなみにポボスは狼狽を表す神で、デイモスは恐怖を表す神で、両者の父である軍神アレイスは、ローマ神話では戦争の神マルスとして知られているんだ。マルスって、よく聞く気がするわ。なんてったってマルスを英語で呼んだ場合はマーズ、つまりは火星だからな。火星という惑星の衛星だから、マルスの息子の名前が付けられたってわけなんだぜ。天体の名前の由来って、聞いてみると結構面白いよね。確かにそうだな。そんな二つの衛星だけど、火星の表面から見るそれぞれの衛星の運動は、地球の衛星の月の運動とは大きく異なっているんだぜ。まず、火星に近い内側を公転するフォボスは、西から登って東へ沈むと、11時間後に再び西から登るんだ。一方、外側を公転するダイモスは東から登るもののその運動はとても遅いんだぜ。ダイモスの公転周期は30時間なんだけど、一度登ってから西の地平線に沈むまでに 2.7 日もかかるんだ。2.7 日って、結構かかるわね。というのも、これはダイモスの公転が火星の自転から少しずつ遅れるから起こる現象で、平均して約 5.4 日後には再びダイモスは登るんだぜ。また、どちらの衛星も火星の潮汐力によって自転と公転が同期していて、常に火星に対して同じ面を向けているんだ。フォボスは火星の自転よりも早く公転しているから、潮汐力によってフォボスの軌道半径は確実に徐々に小さくなっているんだぜ。それじゃあ、いつかは火星に衝突してしまうのかしら？おそらく3000万年から5000万年後には火星の表面に激突するか、その前に潮汐力によって破砕されて火星の輪になると考えられているんだ。ちなみに火星の表面には楕円形のクレーターが多く残っているんだけど、これらは過去にフォボスのような小さい衛星がいくつかあったことを示唆しているんだぜ。一方で、ダイモスは軌道が十分に遠いから、逆に公転軌道はゆっくりと遠ざかっているんだ。真逆の性質なのね。そうだな。ところで、火星の赤道付近から見たフォボスの大きさは、地球から見た満月の3分の1程度の大きさなんだ。赤道から離れれば離れるほどフォボスはさらに小さく見えて、極付近からだとそもそも地平線の下に隠れてしまい、見ることができないんだぜ。また、ダイモスの場合は、地球から見た金星よりもわずかに大きい程度なんだ。ふむふむ。これら二つの衛星に対して太陽ははるかに大きく見えることから、火星では地球のように衛星による皆既日食は発生しないんだぜ。代わりに、フォボスやダイモスの太陽面通過や、火星によるフォボス食が発生しているんだ。衛星が太陽全体を覆い隠すことはないけど、一部を覆い隠しながら移動することは起こるのね。皆既日食は一大天体ショーだけど、火星だとそれを楽しむことができないのはちょっと残念だな。さて、火星に衛星が2つあることを最初に予想したのは、16世紀から17世紀にかけて活躍したあのヨハネス・ケプラーなんだぜ。やっぱり天才ってやることがすごいのね。ただ、ケプラーの予想はある意味で勘みたいなものだったんだ。どういうことなの？ケプラーは地球の衛星と火星の衛星、そして木星の衛星が等比数列を成しているとして、火星の衛星は2つと結論付けたんだ。結果的に火星の衛星は2つだったんだけど、そもそも前提となる木星の衛星の数は、当時知られていたガリレオ衛星の4つ以外にもたくさんあったわけだし、この推論は間違った推論なんだぜ。適当すぎじゃない？それでも、当時はケプラーの推論が結構信じられていたんだ。1726年に出版されたジョナサン・スウィフトの小説ガリバー旅行記や、1752年に出版されたボルテールのミクロメガスなどでは、火星は2つの衛星を持つという設定になっているんだ。この設定はケプラーの説を参考にした可能性が高いんだぜ。特にガリバー旅行記では、ケプラーの第三法則が言及されているからな。また、ガリバー旅行記内に登場する2つの衛星は、実際のフォボスとダイモスに比較的近い軌道を持っているんだ。これらの作品も影響して、ダイモスにある2つのクレーターには、スウィフトとボルテールという名前が与えられているんだぜ。天体だけじゃなくて、クレーターにも名前があるのね。他の天体にも名前が付けられたスポットはいっぱいあるぜ。それらについて調べてみても面白いかもな。話を戻すけど、2016年に東京工業大学や神戸大学などからなる国際共同研究チームが、火星の2つの衛星が月の起源と同じように巨大天体衝突、ジャイアントインパクト、で形成可能なことを明らかにしたんだ。あら、すごいじゃない？研究チームは、
火星で起こった巨大天体衝突による円盤形成と、その円盤から衛星が作られる過程をコンピュータシミュレーションによって解明したんだぜ。二つの衛星の歪な形状や表面が、火星と木星の間に存在する小惑星と類似していることから、その起源は長らく小惑星が火星の重力に捕獲されたものだという捕獲説が支持されていたんだ。しかし捕獲説の場合、現在の衛星の軌道、つまり火星の赤道面を円軌道で回ることを説明することが極めて困難であることが指摘されているんだぜ。どうしてなの？もしフォボスやダイモスが偶然、火星の重力に捉えられて衛星になった場合、軌道は楕円になって、赤道面に対する角度もそれぞれランダムになる可能性が高いんだ。一方、火星の北半球には、ボレアレス平原と呼ばれる太陽系最大のクレータが存在して、これは巨大天体の衝突で形成されたことがわかっているんだぜ。太陽系最大って、とても大きそうね。このことから、巨大天体衝突によって火星衛星が形成された巨大天体衝突説も提案されていたんだけど、今までに具体的な形成過程を明らかにした研究がなかったため、火星衛星の存在は謎のままだったんだ。そんな中で研究チームは、ボレアレス平原を形成する巨大衝突過程の超高解像度シミュレーションを行ったんだぜ。派手にぶつけたわね。すると、巨大衝突によって破片の大部分は火星近傍にばらまかれて、厚い円盤が形成されたんだ。さらに、少量の破片が火星の自転速度と衛星の公転速度が一致する距離の、境界点半径のわずか外側にまでばらまかれ、そこに薄い円盤が形成されたんだぜ。結構散らばったけど、ここからどうやってフォボスとダイモスが形成されるのかしら？次に、巨大衝突によって形成された円盤が、その後どのように進化するのかを明らかにするために、研究チームは円盤進化の詳細な数値計算を行ったんだ。その結果、内側の重たい円盤からフォボスの質量の約1000倍に当たる巨大な衛星が短時間で形成されたんだぜ。そんなに巨大な衛星ができたの？その後、余った円盤との重力的な相互作用によって、外側に2つの小さな衛星の集積が促されたんだ。そして、巨大な衛星が火星の重力によって引き戻されると火星と合体し、その結果現在観測されるフォボスとダイモスのみが残ることが明らかになったんだぜ。まさかの結末だわ。ちなみにもし、この巨大衛星が形成されていなかったら、円盤の外側にフォボスやダイモスよりも小さな衛星が5つから10個程度できてしまい、現在の火星衛星系とは異なる姿になっていたとも指摘されているんだ。さらに2021年には、スイスのチューリッヒ大学の研究チームが、火星の衛星フォボスとダイモスは、もともと同じ一つの原始月であった可能性があることを突き止めたと発表したんだぜ。またしても捕獲説とは違う説ね。研究チームはフォボスとダイモスの起源を探るためにシミュレーションによって、フォボスとダイモスの軌道を過去に向かって遡った際、潮汐散逸に注目したんだ。天体と天体は互いに重力的な影響を及ぼし合い、それぞれ相手を変形させることを潮汐と呼ぶけど、この潮汐によって、それぞれの天体が持つ運動エネルギーが、他のエネルギーに変換されて散逸することで、軌道に影響が出るんだ。どの程度の散逸が起こるかは、天体の大きさや天体の内部の状態、天体間の距離などによって決定されるんだぜ。そんなことが起こるのね。研究チームは、NASA の火星探査機インサイトや他の火星探査機のデータを使って、火星とフォボスやダイモスの内部の状態を詳しく調べ、より洗練されたモデルを使ってシミュレーションを繰り返したんだ。すると、今から約10億年から27億年前に、フォボスとダイモスの軌道が交差することを突き止めたんだぜ。つまりこの時点では、フォボスとダイモスは同じ一つの原始月だったと考えられるんだ。そして、かつて火星を回っていたこの原始月に他の天体が衝突し、破壊されたことでフォボスとダイモスが作られたのではないかと考えているんだぜ。それも面白い説ね。ちなみに現在、日本の宇宙航空研究開発機構 JAXA は、火星衛星の物質を地球に持ち帰る火星サンプルリターン計画 MMX を進めているんだ。MMX は、世界で初となる火星衛星サンプルリターンミッションのことで、2024年度の打ち上げを目指して開発を進めているんだ。原始太陽系における有機物や水の移動、天体への供給過程の解明に貢献するために、火星衛星に含まれる含水鉱物や水、有機物などを解析することで、水や有機物の存在を明らかにすることを目的としているんだ。また、
二つの火星衛星の起源や火星圏の進化の過程を明らかにすることで、太陽系の惑星形成の謎を解く鍵を得ることに貢献しようとしているんだぜ。結構大規模な計画っぽいわね。加えて、火星圏への応換技術や天体表面上での高度なサンプリング技術、さらには新宇宙探査用地上局を使った最適な通信技術と、これからの惑星や衛星探査に必要とされる技術の向上も行う予定なんだ。探査機は地球から打ち上げ後、約1年をかけて火星圏に到着し、火星周回軌道へ投入されるんだ。その後、火星衛星の偽周回軌道に入ると、火星衛星観測及びサンプル採取を行うんだぜ。そして、観測と採取を終えた探査機は、火星衛星と火星表層から採取したサンプルを携えて地球に帰還するんだ。そのサンプルってなんだか、月の石みたいな価値がありそうね。そうだな。2022年時点だと、2024年度に打ち上げ、2025年度に火星周回軌道投入、そして2029年度に地球帰還の予定なんだ。もし予定通り2029年度に地球に帰還できた場合、火星表層からのサンプルを NASA の計画よりも早く持ち帰ることになるんだぜ。それってとてもすごいじゃない？何かしらの成果を得て地球に帰還してくれたら、とても嬉しいわね。以上が火星の衛星、フォボスとダイモスについてだぜ。今回紹介した他にもフォボスとダイモスについて知っていることがあったら、ぜひコメントしてほしいぜ。それじゃあ、今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。